はーい、ドミショです。はーい、ペイちゃんこです。はーい、決闘です。お願いします。というわけで、雑談、今日は126回始まりました。始まりすぎこの雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の3人称チャンネルにて会議決定の公開収録という形を取らせていただいております。よーし、始まりました。はい、やったね。どうでしょう。10月です。来てしまった。皆さん来てしもた。皆さん申し訳ないんですが、10月の方がちょっとやってまいりまして、来てしもた。ほんと遠慮知らないよね。そうだね、来るもんだね。10月は遠慮知らないわ。しかもなんか台風も来てるらしくて、相当なデカさの台風18号だっけ。うんうんうん、そうらしいね。18回も来てんだ。もう、ね、来すぎてるんだよね。そうですか。大変だよ、ね、関東あたりも来るらしいですよ。あ、でもなんか関東来る頃には聞いた話によるとそうではないっていう話を。あ、そうではない話。なんか温帯低気圧に変わるらしいです。あ、よかった。それは大丈夫っぽいですよ。それは安心しました。噂によるといい噂です。まあ分かんないけどね。でもまあ気をつけないと。そうですな。いかんですぞ。風が強くなったりするとね。うん、10月か。もう10月。そんなわけで我々、2日に、はい、まあちょっと放送してきましたね。ああ、してきましたね。したね。ドラゴンズクラウン。ドラゴンズクラウン、まあ、チャンネルリレーのやつですね。うん、そう、ニコニコ動画の方でやったと、うん、やってきました。面白かったね。いや、面白かったな、ゲーム。あれ、うん、ね、予想以上に面白かった。なかなか、そう、あれだから見てて伝わったかどうかわかんないけどね、やってるとね、面白い、うん。すごい面白いね、あれ。何、なんだろう、あの魅力。うん、ね。でも自分がどこにいるのかをすごく見失った。そうだね。わかる、うん。たまに、特に、セイバートゥースみたいなさ、うん、なんか変な乗り物乗ってる時に、どっちがどっちだかわかんないそう、わかんなくなる。わかるわかる。かなり楽しめそうだったな。あれはもう、何、プレステ3までにしか出てないんだ。そうなのかな、多分そうだと思う。プレステ3とビータ？うん、うん、しか出てないっぽいね。いやー、エッチだったね。ペースフォーでできないのかなと思ったけどね。うん、そうだね。絵がすごくエッチだったね。絵がエッチ、わかる。うん、アトラスさん、ああいうエッチなやつ出すんですね。会社じゃないね。そうなんだね。ちょっとわからないけど、ね、結構ね。どうなんだろう。そうなんだと思って。アトラスといえばペルソナも出てるわけでしょ。そう、ペルソナ5が、うん、5が出てるのか。あ、アトラスさん昔からエッチらしいですよ。あらー、いい会社ですね。 ありがとうございます。さすがアトラスだね。ありがとうございます、うん、ペルソナ、あれも出しててね、キャサリン。キャサリン、キャサリン、そうだね。ああいう感じね。ああいう感じ。そうだそうだ、懐かしいわ。そうですか、そうですか。まあ楽しんできましたね。うん、面白かった。チャンネルリレー、うん、うん、よかったよ。それはさておきだよ。は、俺とドンさんはびっくりしたでしょ、今日。ああ、今日びっくりしました。ハイスタンダードがさ、うん、急に新曲出したんすわ。あのハイスタがね。あのハイスタが、あのハイスタが、うん、あの告知も一切してなかった。一切せずに、なんかダウンロードとかはなくて、音楽屋さん、うん、CD 屋さん、うん、で、まあ、しか発売しないみたいな感じで、なんかね、ツタヤの人とかも、うん、なんか明日来るぐらいまでしか、あ、聞かされてないかも分かってなかったんだ。そんなだったんだ。だから、あんまりこう、ね、前情報とかさ、よく、うん、何、iPhone とかもさ、うん、発売前にちょっと、リークされるみたいなさ、はいはいはい、あるけど今回全くなかったね。いや、全く知らなかったね。いやー、びっくりしたわ。俺だってペイさんから聞いたしな。うん、あれっつって出たぞ。も俺もね、起きたらツイッターでハイスタが新曲出しましたって言われて、うん、うん、何を言ってんのか分かんなくて、ね、発表したのかなみたいな感じで、でよく調べたら、うん、今日急に発売ですみたいな。
思うな。だ何年ぶりになる？16年ぶりです。いや16年、すごいよ。もうだってじゃあ知らない人いっぱいいるでしょ。そうだよ、もう全然いるねえ。うん、だからそのハイスタンダードがどれだけすごい人たちかっていうのが、うん、まあわからない人たちがいっぱいいて、まあ、ね、興味を守ってもらえるかもしれないね、うん、今回のでね、すごいぞみたいなね、うん、そう、大人が盛り上がってれば。メロコア、ね、メロコアの基礎、日本でだってあの辺、あそこからでしょ。そう、本当のメロコアの道を作り上げた人たちと言ってもいいぐらいの、うん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 。鉄塔さんは全く通らなかった。いや俺も全然メロコアだったから、その頃は。本当に。うん、うん、自分だから通ってきたハイスター、うん、エレカシー、うん、エレカシ。もう変わったね、ジャンルが。もう変わった、即ジャンルが変わった。え、そう、うん、まあでも気持ちは一緒だからね、根源は一緒なものは。どういう通り方してんの？ハイスター、エレカシー、うん、次どこ行く？あとパフィおおおおおおなるほど、マジか。 そっち行く、うん、そうだね。まあでもあのパフィーと繋がってるからね、ハイスタンダード。そうでしょ、横山健さんは。そうなんだよ、仲いいんですよ、うん、いいね、うん、違う、あ、さ、それ横山健さんじゃない、うん、それ横山健さんじゃない、まあ、いつもやるけど、うん、横山健って言った途端に、うん、そう剣の方じゃないんだよね。剣の方じゃないんだね、うん、そっちじゃないんですよ。はいはいはい、剣、うん、の方ならね、俺もわかるんだけど、わかるんだ、そっちは。うん、一応つながりはありますよ。まあいやー、まああのね、もう感動しました僕は、うん、すごく。曲を出したっていうだけでこんなことになるのかっていう、うん、すごいね。だって俺今日休みでさ、うん、お昼に起きて、うん、ツイッター見て、うん、何ももう歯とか磨いて、そのまま俺 CD 屋行っちゃった。うん、あ、これは行かなきゃ。まあわかる気持ちは、ね、うん、すごいなと。いすごいね、うん、よかったっすね。まあ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 、うん、興奮しました。え、それはまた活動再開ってわけじゃないの？うん、なんか気分で出したみたいな感じなのかな。ちょっと前から、まあ、再結成的な、うん、まあ、うん、活動を休止してたのが、そうなんだ、一応活動はしてたけど、まあ、新しい曲を出すわけでもなくって感じなんだね、うん、そうそう。いやでも本当活動し始めたっていうのは本当ここ最近の話で、うん、もう 1、2年前ぐらいか。そうそう、から多分ちょいちょいやってて、で今年、まあ、その人たちがやってたイベント、うんうん、でっかいイベントがあって、エアジャムっていう、うん、エアジャムね。そう、それを今年やるんだよね、うん、やる、12月にやるんですよ、うん、ヤフー福岡ヤフー奥ドームでやるんだね。そう、今コメントすげえ読んだね。、うん、違うよ、うん、ウィキだよ、ウィキ。うちの兄貴が行くらしいですよ、アツシが。アツシ行く？アツシが？アツシが見に行くっつってた。なんか当たった、当たったっつってた。へぇ、一人で見に行くっつってた。すげえなっつって。すごいね。うん、なんかメンツもちょっとまあ変わった感じで。おー、マウミズとか、ね、あ、マウミズも出るんだね。とか、はい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 、そう、ワンオク、マウミズ、その辺、ね、あとテンフィート、ね、あー、テンフィートもなんかなんだかんだね、うん、絡んでるよね。そう、またハワイアンシックスとかね。出た、あー、いいですね、いいですね、いいですね。ブラフマンも出るんじゃないの？おー、いやー、どうせ出るんじゃないですか。出るでしょう、あの辺も。なるほどね、うん、あとワニマ、ワニマも出るのかな。ワニマ出ちゃうらしいですよ。まあ出るだろうね。ワニマね、うん、あとあとあとは誰？エルトン・ジョン。いやーすごいね、すごいとこ呼んできたね、うん、出るかな。スカパラだって、スカパラ、スカパラ、スカパラ出るんだ、すごい、スカパラはいいね、うん、うん、いいですね。まあ、まあ聞いてほしいな、ちょっと。そうだね、うん、もうだって全く知らない世代が出てきてるわけだから。いやそうだよ、うん、結構まあアルバムも何枚か出ちゃってるんだけど、うんうん、まあ基本いいから、すごくいいですよね、うんうんうん、やっぱりすごくいいから。まあでもそのなんだろう、マンウィズとか、うんうん、ワンオークロック聞いちゃってる人は、うんうん、ちょっとやっぱその英語の発音とかは、うん、やっぱ雑、かなり雑、はい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 、なんだけど当時はもうそれが良かったみたいな、うんうん、日本英語みたいな。そう、日本英語みたいな感じだね、うん、うん、かなり良かった感が
あったかな、うん、で今の人たちはどう感じるんだろうね。そうだ、今の人たちは結構綺麗めな方が好きな傾向が多分あると思うんだけど、うんうんうん、俺は嫌いだったんだよね、そっちが全然。あ、はいはいはい、もう何なんだよ、日本人なのにそんな綺麗な英語喋っちゃってみたいな。たすごいバ、ね、そうバカにしてた方だったんですよ。確かにあったんですよ。うん、うん、だら俺らの多分そこはエルレガーデンとか。そう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 。俺らの時はそうだったけど。そうなんです。変わりましたね。そう、まあ気づいたらマーゴロックすごい好きになってたんですけどね。発音いいなっつって。うん、外人見ていいじゃねえかみたいなね。すげえなこの人はっつって、うんうん、まあほんと聞いてほしいですね。はい、ぜひぜひ。その通り、あーあと僕、はい、おついにお iPhone5S ちゃんを手放しました。手放した出た手放しました。してたね。そうなんですよ。捨ててたね。捨てました。捨ててたわ、うん、なんだかね3年弱ぐらい使ってたっぽい。いや使ってたでしょ。うん、何にしたの ?SE ジェフォン、ジェフォンにしたのクソ懐かしいわ。ジェフォンにした使ってたわ。エッジ、エッジ、エッジ違うわ、なんでそんなに XPOSKのやつ逆にレアじゃない使ってたらすごくない、褒めてくれるでしょ、うん、使ってた。電波、電波どうなってんだって思う、うん、そうだよね、うん、何の回線使ってんだみたいな。もう特殊な回線だよね、ほんとに、うん、ああiPhone7 ちゃんに iPhone7 ちゃんが色はしたよ。色は黒ですね、普通の黒。マットブラック、マットブラックですか。あのあれでしょ、真ん中のポチポチが押せないんでしょ。真ん中、あ、そう、なんか決定ボタンがホームボタンね、そう、ホームボタンのやつが押せないんでしょ。押せないというか、そう、そう、物理ボタンじゃなくなったんですよ。そうそうそう、物理じゃなくなったら魔法、魔法、魔法に。すげえな、うん、魔法なの iPhone7 ちゃんすげえから。すごいよ魔法とうとう魔法までいった、うん、魔法使えるようになってるから。へえー、どうなのその触り心地みたいなのは。あー、あのねやっぱさ、うん、iPhone7 んじゃねえ、あの 5S か、うん、のやっぱあの片手で持てて気軽にこう、そうだよ、まだちっちゃかったんだもんね、お前の。かなりちっちゃかった、ね、うん、そう、お寿司みたいな感じだったもんね、なんかね。そうだよ、そんなだったっけ、うん、卵のお寿司みたいな。そう、卵のお寿司みたいなの使ってんなと思ってて。そう、あ、そんな目で見てたんだ、うん、うん、そんな目で見てた。でもね、すごい使いやすかったの、それが。時々大将って呼んでたもん、心の中でいないところで、ね、来たの大将みたいな。すげえ嫌じゃん、俺、うん、そうなんだ。うん、そう、で使いやすかったの。ちょっと大きくなったのかな、じゃあ。だいぶ大きくなった。どう、いや、もう慣れちゃったね。早いね。むしろこっちの方がいいわ。どんだけ使ってたのに。え、だってこいつ、前のやつ、うん、俺だってさ、うん、6とか 6S とか、うん、で今7だけど、うん、1年に1回出てて、うん、必ず買えないのって言ってたんだよ、うん、あー確かにそうだね、うん、なのになんか、うん、いやだってでけえよみたいな、うん、言ってた、うん、俺このサイズが絶対いいんだってみたいなこと言ってたんだけど、数日で慣れて、うん、もうそんなことはない。もう多分前の持ったら変な感じになると思う、うん、もう多分ちっちゃってなると思う。ちっちゃで動画見るのもこれ狭みたいななんか感じになっちゃうと思う。いや分かるわ、うん、慣れる大きさね、慣れるよね。そう、大きさね、慣れるんだなーって。そうなんですよ、すごい感じました。いやいいですよ、すごく。俺ねやっぱり、あの、びっくりしたの、鉄道さん多分気づいてなかったと思うけど、この前ね、うん、その最初に言ったさ、10月2日に放送があって、うん、あったじゃない。うんうん、その時にさ、こいつあの Bluetooth のイヤホン買ってんの。あ、気づきました。気づいて、ぺちゃんこさん、うわ、こいつ買ってると思って。そうなんだ。ぺちゃんこさん気づきましたか、うん、ないんですよね。あ、そうかそうか、ジャックがないのよ、ね、そう、今ジャックがないんです。そう、ジャックがなくて、がないんだ。あのついてくるのが、あの充電器と同じ差し口、うん、そう、ライトニングコネクターっていう充電するとこが、うんうんうん、あの端子のイヤホンがついてくるのよ。そうそうそう、うん、だからその充電しながら聞くとかっていうことができない、うん、から、あ、これはいかんなと、手を出すしかないなと思って、 Bluetooth の Bluetooth のやつはどこにつけるのよ。それも同じところ。Bluetooth のやつはもう線つけるとかじゃないですよ、鉄道さん。鉄道さん、時代、
って父さん今明治の喋りが喋りしてブルートゥースってのはあれだろう青い歯ってことだろうがそれをどこにつけるんだい一体教えてくれよ。じゃあの青い歯を、うん、そのイヤホン側にいっぱい小粒のように飛んでくるの。そう歯が青い歯が歯iPhone が iPhone が青い歯を飛ばしてんだよ。飛ばしてて iPhone が青い歯を飛ばしてんのね。そう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 、そのそれが耳の中入ってくるわけ。そう耳の中入ってくる。そうでその振動で音がする。そうすげえな。すげえだろ骨伝導だ。そうだよ最新式だからね。そうだよ、うん、そうかいいね、うん、すげえでしょ。だからさ、うん、携帯からさ、うん、今まではケーブルがつながって耳に来ててさ、うんうん、それなくなった途端の、うん、なんか開放感というか。そうだね。あのさ Bluetooth のイヤホンってさ、うん、あれ左右のは線くっついてるのが普通。うーん、まあ今は普通。そうだね。そうで今度アップルから出る、イヤホン、うん、Bluetooth の新しいイヤホンは、うん、もうついてない。あ、なるほど。そう。なくしちゃいそうだな。そうなんだよね。うん、ね確かに。コロンコロンっていうなんかやつだけになるってことでしょ？そう。そうだね、だからもう耳の部分だけ。コロンコロンってやつだけ。うん。俺すごいね。鹿の糞みたいなの持って歩かなきゃいけないでしょだから。なくしちゃうよね。まあ、いやー、まあ、びっくりしてさ、うわ変えたなーみたいな、こいつ色も合わせて黒買ってんなーみたいな。いやーいや、ちゃんと合わせますよね。もうコメントではなくす落とすなくす落とす。そんなあんなわかりませんよ。でもそれを考えて、うん、なんかあの紐もその左右をつなぐ紐も出るらしい。うんああそうなんだ。意味がないねもうね。うんだから怖い人はそれしないよみたいな。ドンさんはだからさ、うん、そのイヤホンに守りを一個ずつつけて、うん、あぶら下げてちょっとイヤリングみたいな感じにしとけば。ああなるほどね。、うん、まずなくさないね。まあ、そうすればね、なことしてもわかるみたいな。あいや大丈夫ですよ。大丈夫ですか。あまあ首かけとけば大丈夫ですよ。あなるほどね。大丈夫ですよ。なんだかんだね。いやあの聞き心地、うん、聞き心地いい、うん、結構いいね。 Bluetooth のイヤホンかまあいいよね。その紐のやっぱグワッて長いのがさちょっとうざったいなと思う時は結構あるからさ、うん、そう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 、うん、まあただうん、充電しなきゃいけないんですよ。うんまあそうだね。そうなの。電波を飛ばしてるわけですから、うんうん、それ受信するからね。それぐらいだね。うん、うん、まあでも1日1回充電しておけばそう、まあ、大丈夫かな。まあ多分 4,5 時間は普通に聞けるんじゃないかな。うん、うん、4,5 時間か。うん多分そんぐらいなのかな。俺今日結構使ってたけど、うん、うん、昨日からそうか使ってそうね、まあ大丈夫そう。うんまあまあまあ、まあ、ずっと使ってなかったからあれだけど。そうそうだから別にずっと使うもんじゃないからさ。うん 4,5 時間ぐらいじゃないかな。あれちゃんと喋るんだよ。そう喋る、うん、そうだよ。耳のところに歯が、ま、ず歯が喋る、うん、歯がね喋りかけてくる。なんてバッテリーローとかちゃんと教えてくれる。ああでバッテリーが切れると なんつったら今バッテリーロー、うん、バッテリーローって喋りかけてくる。そうでなくなると、うん、バッテリーオフつってそう何にも飛んだんだから。俺のはねうん、うん、パオンってまず言ってくれんの。えゾウじゃない。ゾウ違うパオンじゃないよ。違うパオンって言ってくれて、パオン、そう、コネクティングって言ってくれる。ああ、そう、コネクティングは言う、うん、俺も。コネクティング、ピッコネクティング、うん、コネクティング。つながったよってことなんだね。そう、うん、言う。他には、他には？バッテリーロー。他には？バッテリーオフ。そう。それだけ？もうちょっとなんか、ディスコネクティングって言ってくれる。うん、コネクティング。あ、うん、なるほど。うん。いやいいですよすごく。でもね曲の途中に割り込んでくるから。そうそうそう。あそうなんだ。うん、割と曲の途中に割り込んでくる。うん。うん、それがちょっと、うん、それがちょっと面白い。うん。急に来るよね。急にバッテリーローってそう。そのか、うん、合いの手みたいな感じで来るから。そう。バッチリバッチリの時はね気づかない時もあるから。うん本当に気づかない時。うん。いいところのブレイクのところで。そういいところのブレイクで、ね、バッテリーローって。ああ。
パーフェクトヒューマン的な感じで入れてくるわけだ。そうそうそう、本当にそんな感じ。いいね、なかなかいいですよ。鉄塔さんだけだね、まだゴミ使ってんの。あ線繋がってるやつね、線繋がってるやつね、俺だけだ。いやどうしようかな。あれもあるよ、セブンプラスも、でかい。テトさんでかいサイズだよね。でかいのがなんか好きらしいね。え、何が？耳？耳はでかい。耳の話。イヤホンもでかいのがあるの？違う。イヤホンもでかいのがいいの？なるべく穴に詰め込みたいよね、でもね。ああ、ギュッとね。ギュギュにしたい。あるかな、でかいやつ。別にそれはさ。あれじゃないの？セブンのプラスがあるわけ？あるある。プラスがある。ああ。カメラが2個ついてんだって？ええ？そうだよ。どことどこ？上と下？上と下？上と下？うん。必要ある？え？なんで左右に左右にねカメラが2個ついてるのに？プラスだけ？プラスだけ。左右ってどういうことよ？なんでどう？で今カメラあるでしょ？うん。その左側にもう1個カメラがついてる。何のために 3D で撮れるってこと？その望遠用みたいな望遠カメラ。はあ。でなんか10月中にあのさ、一眼レフとかで背景ぼかすとかあるじゃん。はいはいはい。ああいうのもできたりするようになるらしい。1個のカメラでその人物写して後ろをぼかしてみたいな。ああいいじゃん。うん。なるほど。すればあれこういうのって何年契約なんだっけ？2年2年だね。じゃあ俺ダメです。あれまだ1年でしょ俺。だって 6S じゃないでしょ。あなた6だよ。あそっか、6プラスで 6S 出て、じゃあもう2年経つのか。発売日に買ってればね。出たてに買ったの？出てちょっとって感じだったような気がする。なるほど、いいじゃん。まあでも使えるから別になんだよな。まあね、なんか買い時ってちょっと難しいよね、携帯電話って。発売日に買っといた方が次の発売、2年後の発売にぴったり合わせれる。そう、それがやっぱ買いやすいんだろうなって気はする。だからそれを逃すと俺みたいにズルズルとそうそういくんだよね。あ、そう、SIM フリーっていうのもちょっとね、なんか気にはなってはいる単語なんですけど、 6S 以降からだと半年か使えばネットで SIM フリーにしてくれって言ったらしてくれるらしい。マジ？ほんとか。しちゃおうかな。したところでまあどうすんだって感じはあるけど。まあね、うん。てか俺だいぶ安く買えたんだよ、そういえば。そうなの？まず 5S ちゃんを下取りに出して、あ、下取ったんだあれ。そうで、それが2万2000円かな。え、結構高く取るんだね。で、もっと何6とかだったら多分もうちょい高い。でプラスなんか機種変更のクーポンがあってついてて、はいはいはい、それが5000円引き。あ、俺もそれ使ったな。でもともと8万、俺128GB にしたんだけど、ああ俺と一緒だ。でもともと多分8万ぐらいだったのが、6万ぐらいになって、へえ、毎月あの月々サポートとかついてくるじゃん。出てくる、なんか引いてくれるやつ。ああ毎月400いくらで済むのかな多分。おー安い。おー安いね。安い、確か。そうなんだ。だからだいぶ安い。全然だわ。ははーん、俺全然下取んなかったわ。ああ、いや下取もうどうせいらないからさ、使うことないだろうなと思って。まあ確かにね。なんか下取りしちゃ出しちゃあかんでーって言ってる人がいるけど。ほんとだ。 5S は何なんか、なんかあれじゃない、もう1年ぐらい待つとなんかガチャンガチャンってなるじゃん、変形したりするんじゃん。タイマーでなんかレア度みたいな話なんじゃないの。レア度、今やっぱだお寿司がいいっていう人がさ、お寿司が欲しい、それ使いたいですみたいな。そういうことじゃない？そういうこと？卵が恋しい。でもその人たちは別に SE 買うんじゃないの？
もう何 SE って iPhone SE っていう iPhone SE じゃねえわ。え SE じゃないよ。あなんだっけ、うん、SE はあれか。 5S は超人気なんだって。あーまだまだ高いんだって。へーやっぱあれが良かったんだ。まあまあ元の形っていう感じはするな。あれがなんか、うん、基本形っていう。でも SE でいいんじゃないのかなって聞いちゃうけど、どうなんだろうね。うん、だって 5S とかあのソフマップとかすげえ安売りしてたよ。あれ1万円とかで売ってたけど、それでね、まあ、いや一生その携帯行くっつうならいいけどさ、うん、使わないしな。まあね別にいいと思うんだけど、別にもったいないってことはないかな。確かに。ふむ、なるほど、買いましたな。そうです、うん、そんな感じでしたね。あれですか、そういえばお手紙、あ、お手紙ウィークでしたっけ。そうです、お手紙ウィークです。 お手紙ウィーク、うん、でもね、あの正直なところ、うん、結構前から、うん、いろいろ整理してたんですよ。もう一回読み返してね、はいはいはい、もらったのを、終わんなかったです。あーなるほど。両方がまだ終わらない、量が多すぎて終わんなかったです。来週もの可能性がある。いやまあそれは分かんないけど、まあ、読めるとこまで読もうかなと思ってるけど、じゃあ早速いっちゃいますか。そうしましょうかね。もうじゃあもうパッ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 といきますよ。あそうだね、俺らも一言二言ぐらいでいこうか。はい、うん、やめろと。結構前のから回るんだよね。はい、春崎さん、男性の方。春崎さん。道さん、鉄道さん、ペジャンゴさん、こんばんや。こんばんや。いや、先日はニコニコ本社で VR 体験会お疲れ様でした。あれあもう結構前だね、これ。うん、そしてありがとうございました。ヘッドセットをつけたらゾンビになった春崎というものです。まだ上がってきてくれた人ですね。はい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 。あ、うん、あ、うんうん、どっちどっちの人だろう、ま、ゾンビの方だよ。ゾンビの方だな。うん、ゾンビみたいな顔だった方。ああ、ゾンビみたいな顔だった方。憧れのお二人を生で見ることができ、その上お話をさせていただけて感激でした。はあ、ふむふむ。しかし、偉大なお二人に挟まれているということや、生放送されているということで、とても緊張してしまい、うん、これといって面白いリアクションがもう取れていませんでした。悔しい限りです。はあ、なるほど。そこで質問なのですが、どうしたら人から見られている状況で落ち着いていられるのでしょうか、あるいは落ち着いているように見せかけることができるのでしょうか、お答えいただけると幸いです。だって。いや落ち着いてないですけどね。うん、我々も落ち着いてないです。あの時はどうだったんですか。いやーだってすぐ目の前に座ってる人いて、その周りに立ってバッて並んでる人たちがいてさ、うん、いやまあ落ち着かないよね。初めての経験だったし、しかもそうだね。だからもうとにかく、うん、なんだろう、滞りなく終わりますようにってお願いしながら。そうだね。うん、本当ですよ。でまあそう、結局そのドンさんが俺の顔面を殴ってくれたことで、まあ、うん、そうだね、取れ高は取れ高、うん、はだいぶだいぶ取れ高は取れました。うん、行った、もうやったかなと。行ったかなと思うので、うん、まあだからいいやって思ってる。うん、うん、そうだね、汗すごいかいたしね。汗すごい、気持ち悪かったもん。正面正直ドンさんがさ、あの VR を撮った時、ね、ダラダラでさ、ダラダラでさびっしゃりだった。正面熱いし、俺やたら動いちゃってさ、うんもう、まあ、すげえ普通に激しい運動したみたいな感じだったもんね。はあ、まああれは良かったですね。うん、なかなか。そうね、だからまあ落ち着くってのはあんまり、うん、あんまりないかな。あんまりないよね。うん、ないね、うん。ないよ。うん。だからあのイベント、他のイベントとかもやってるじゃない。トークイベント、うん、やっぱ落ち着かないもんね。無理だよ。だってあんなに見られてさ、うん、落ち着くって。最初は落ち着いてたのに、始まってしばらくしたら落ち着かなくなることとかもあるから。あるよね、もう何とも言えないね。その話な、今これ何話してんだろうみたいな時あるじゃない。うん、あのどうしようってなった瞬間から、そう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 、うん、別のこと考え出しちゃうのね。そうそう、別のこと考え出しちゃう。どうしていこうかなみたいな、あの瞬間にもう終わり終わりだよね。あれやばいよね。やばい、ま、そうなんだよな。あ、その時だよね。うん、本当にどうしようかなっていう、あれはな。まあ、まあ、でもまあ、まあうん、離れみたいなところもしていけばもうちょっとなんかあんのかなっていう感じはする。うん、それはありますね。やはりやっぱ経験なのかなっていう気は、うん、そう、経験値がなさすぎるからね今ね。そうですね、うん、次いきます。はーい、
丸くなるなさん、男性の方。はい。どうさん、ペチャコさん、テッドさん、こんにちは。はい。いつも楽しく拝見させていただいております。よいしょ。前々から思っていたんですが、三人称とお笑い芸人の東京ゼロさんって見た目も含めてすごく似てないですか？あれ確かに真ん中メガネかけてなくて、両脇がメガネかけてる。ちょっとぷっくりしててリーダーっぽい立ち位置のドンさんと飯塚さん。飯塚さんね。かくちゃんはどっちだろうね。陰気っぽい雰囲気でちょっと二枚目かもしれないペチャンコと豊本。あーなるほど、なるほど、前が増えてて大卒のテッドさんと角田さん共通点が多いと思います。なるほど、名前も言っても分からないので調べてみてください。そうかな、俺そんな角ちゃんあんな感じかな。あーなるほどね。どうなんだろう、まあそんなまだ人数が一緒で、メガネをかけてるとか両脇にいるっていうのがまあちょっとだから共通点としてあるでしょってことだ。それぐらいだよ、うん、それぐらいだね。実際似てない、実際は似てないね。ないね、うんうんうん、そうなのね。そういう、でもそういうふうに思う人もいるみたいだよ。うん、雰囲気ね。続きまして、はい、アリンコさん、女性の方。アリンコ。はい。最初の皆さんこんばんは。はい。突然ですが相談です。私事ながら先日誕生日を迎え、これ結構前のメールだった気がするな。おめでとう、無事30代突入しました。おめでとうございます。おめでとうございます。そこで仲のいい、男女の友達に LINE でコンビニケーキの催促を送りました。おう、すると男友達から早めの返信が来て、ケーキはあげないけどキスならあげるよ、いる？と返信が来て引きました。うん、なんと返信するのが正解なのでしょうか。30円もらってこんな相談ですみません。だって寝言は寝てから言えっていう。ああいいじゃないですか。ね、うん、ケーキはあげないけどキスならあげるよ。うわすごいね、すごいね。すごいね、すごいね。ああつわものだな、つわものだね。うん、ハートハート強いですね。ハートが強い。なんて返したんだろう、なんとかしたんだろうね。わかんないね。なんとかしたんだろうね。うん、あれそれも結構前のあれですか？結構前。だからもう多分返したか無視してるかどっちかだと思うけど。なるほどね。まあ、うん、正解はすごいね。まあ、ね、わかんない、うん。まあ正解はわかんないよね。適当で大丈夫なんじゃね、うんうん？うん。本当に適当で大丈夫。そうっすね。みんな。続きまして。はい。これは俺読んだ。かな、読んでないかな、ちょっと読んでたらごめんね。すっとこどっこいさん、女性の方。どっこどっこい。サリーショーの皆さんはじめまして。今回はお三方に感謝の気持ちを伝えたくてメールを送らせていただきました。どっこい、うん、私にはゲーム好きな彼氏がいるのですが、ほう、残念なことに私はゲームに興味がなく、ほう、もちろん実況動画なども生まれてこの方見たことがありませんでしたが、ゲー先日彼に、にすごく面白いから見てみてとマインクラフトの実況動画を勧められ、あまりの面白さに参加方の虜になってしまいました。やったどっちもうぜえどっちもうぜえわ。今では過去の動画を片っ端から視聴しゲームの面白さにも目覚めました。やった彼とも三人称の話で盛り上がり、より仲も深まって毎晩幸せです。皆さんありがとうございました。どういたしまして。皆さんは過去に付き合った女性がゲーム好きじゃなかったゲーマーだったなんてことはありましたか。だってなんだってゲーム好きゲーム好き。そうでしょ、ゲーム要はうちらはまあゲームが好きなわけじゃない、うんうんうん、で過去にお付き合いしていた女性がゲームが好きだったとか、ゲームが全然好きじゃなかったとか、そういうのあったのか。ーどう、ゲーム好きの人とは付き合ったことないな。まあまあまあ、ないね。あれーゲーム好き、普通ゲーム好きってなかなかいないけど、ね、なかなかいないよ、うん、なかなかいるもんじゃないけど、うんうん、まあ、うん、あるかな。俺は一応ゲームやってた、結構やる子。ゲーム好きって、うん、あな、一緒にレフト・フォー・デッドとかやったね。やったよね。やった レインボーとかやったよね。生々しい話だね。うん、うんやったわ。紹介したからさ。紹介してからさ。うん。ザ、うん。そう。そんな時もありました。そんな時もあったわ。そんな時もありました。そういうのって楽しいの？ゲームが好きな女の子。いや楽しいよね。やっぱ一緒にゲームできるわけだもんね。そうか。まあいいよね。いいよね。まあいい同じ趣味を持つ。まあだから同じ趣味で盛り上がれるっていうのは、うん、やっぱね、ゲームじゃなくても。やっぱりいいことだからね。まあそうだね。いや、いいことだからね。うん。あ
なきゃないとダメってことはないけどさ、うん、あれはやっぱ好きなら好きで相当いいよね、うんうんうん、いいないいね、うん、羨ましい。見てるんだって2人で。もう見てないかもしんないしね。でもそうだね、見てない可能性もあるね。ちょっと前だからね、うん、分かれちゃってるかもしんないな。あー分かる、うん、続きまして、オーシャンさん、男性の方。オーシャンどうぞ。ペスアテッドさん、こんにちは。こんにちは。今回は人生の先輩であるご参加にお聞きしたいことがあり送らせていただきました。はい。それはつい先日、街を歩いていると一人の女性に一目惚れしてしまいました。あら、ボレ。そして声をかけ、連絡先を交換してお付き合いするという妄想をしながら、勇気のない自分は何事もなかったのに用事を済ませ帰りました。お三方に質問なのですが、こういう場合どうしますか？またナンパというものをしたことはありますか？それとナンパというものは女性からしたら嬉しいものか、それとも不愉快なのか、どう思いますか？お聞きしたいことが多くてごめんなさい。これからも頑張ってください。応援してます。だそれは顔によるでしょう。顔が良ければ、これさ、女性の方、そうだ、女性の方わかんないけど、顔が良ければ別に悪い気しないでしょ。俺人によるだって。そうなのかな。そりゃそうだよ。顔が良ければ。まあそうだろうね。そりゃそうでしょ。恐ろしいほどさ、自分のタイプの人からさ声かけられたらさ、そうだよ。もうそれ全然悪い気はしないでしょ。うん。やったーみたいになるんでしょ。うん。万が一ブスだった場合は、多分相当な、うん、うん。マジか。近寄んじゃねえぐらいの。うん、あ感じになるだろうね。顔ではなく声のかけ方によるという意見もありますよ。どうやって、ちょっとお嬢さん、まあ、あゴミがついてますけど、ブスだね。ブスだね。もう分かった。ブスだって分かった。ブスだって分かった。あじゃあダメだね。ダメだ。今のはじゃあダメだ。ああなるほど。かっこいいやつやってよ。かっこいいやつ。かっこいいやつだって。ちょっとお姉さん、ちょっと上がったね声が。ブースなんだってそれ。音が上がるの一個。落とし物をしましたけど、こちらのティッシュはあなたのですか？こちらのくしゃくしゃのくしゃくしゃのくしゃくしゃ済みのおティッシュはこれはもらってもいいやつなんでしょうか？これじゃダメか。うん、これじゃダメだろうな。そういうんじゃダメだと思う。まず声が嫌だもんね。そうだね。でもだって通る声でいかないとやっぱダメじゃん。まあね、うん、低いよ。聞こえないと困るもんね。困るからね、うん、そう。ナンパしたことありますか？ないよ。ないね。できないよ。無理だよ。無理だね。無理だよね。いやだからね、わ可愛いとかっていうのはあるけど。あるね。可愛いイコールもう彼氏がいるってもう思ってるから。思うね。うんうんうん。だまあ、いやラッキーだねって俺は思う。うん。ああすごいいいいい可愛いですね、彼氏いるんでしょうが、うん、みたいな感じで、うん、もう俺は終わらす。まあそうだよね。うん、うん、そんな感じだよね、うん、本当に、うん。でも鉄道さんがね前、まあ、言ってたんだけどさ、うん、まあ、覚えてるか知らないけど、うん、あのナンパできる人、うん、で要は俺たちが一生関わらないであろう人たちに、うん、と結構会ってたりするわけ。そうですよ、僕はそのように話した。覚えてますよ。チャンスが増える。そうよね、うん、いろんな人に要は会えちゃってるわけだよね、ナンパできる人って。だそれってすごいことだよねって、うん、いやすごいことだよ。そう、それを聞いた時に、あ、うん、ナンパって思ってる以上にそんなに悪いことではないのかもしれない、うん、と、まあ、僕は思いました。まあ才能だよね、うん、そう才能だよね本当に、うん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 、まあ俺らは無理。まあ無理ですよ、全然無理。無理だね、勇気が足りない。足りないよね、うん、本当に。まあだから、うん、まあでもどうしてもっていうんだったらやっぱでもそれ以外の方法がないからさ。そうだよね、うん、うん、まあ頑張ってみるのもいいんじゃないかなとは思うけど。うん、後ろ姿すげえ可愛い人いるじゃん。うん、うわこれ可愛いなって人、その人さ、うん、あの正面から見る、もしいたら、うん、あーちょっと頑張る時もある。俺ね、想像で終わらすんだよね。
俺もそうかな、見ないかもしんない。俺はね答えを知りたいから。あやっぱ知りたい側その見てそうってこういう後ろ姿で、うん、どういう顔なのかを知らなきゃいけないって思う、うん、思うの。あ、うん、じゃないと後悔するだろうっていう。はあ、はあははあ、うん。だからまあでも無理はしないけど、うん、まあ一応ちょっとそのなんか例えば通り過ぎるとかさ、うん、後ろからこう追い抜くみたいな形だった場合は、うん、えってこうえって見て、うん、なるほどってなる思うぐらいはする。あ、うん、見てそう、デッドさん見てそう、想像つくもん、想像つくわ。なんかちょっと見てる俺ちょっと芝居するでしょ、うん、そう、うん、ちょっと芝居する、ちょっと芝居して、ね、まず携帯を見てからちょっと後ろ見たりして、うん、でその人が通り過ぎるところまで待つ。そう、通り過ぎても後ろ見て、うん、で、あーなるほどって言って、うん、また歩くっていう。見てそう、あーすごい想像つくわ。わかるわ、やってそう。あー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 、なるほどね。そうです、まあ人それぞれだね。うん、それぞれだね、うん、そうですよ。ナンパね、ナンパはないかな、うん、今後もないような気がするな。俺もないね、多分ないね、うんうん、一生やることないだろうな、うん、うん、はい。続きまして、へー、かなうさん、女性の方。はい、サニショの皆さんこんばんは。こんばんは。早速本題に入ります。入りましょう。私には好きな人がいます。おい、うん、その人とは LINE もしているわけなのですが、うん、うんとかせやなとか、うん、スタンプを送られてくるとどう返せばいいのか困ってます。あ、まあ、一言とかスタンプだけとかそういうことかな。やっぱりその人のことが好きなので会話をしていたのですが、いかんせんいい話題が思いつかなくて、相手から別の話題が来るのを待っているということがしょっちゅうあって罪悪感を感じています。はいはいはい、こういう時三人称の皆さんならどう対処しますか、ぜひ教えてください。だって、いやそれは自分で、でもね、うん、その、うん、普通のそのせやなとか、うん、一言、うん、でやり取りできるっていうのはすごくいいことだと思いますけど、うん、俺もいいことだと思う。お、それはつまりどういうことだい、うん、だって別にそんなにじゃあ気使わずいけるわけでしょ、うん、なんかその要は会話をしなきゃいけないみたいな、うん、義務じゃないけど、うん、そういうのをなしにできた方がまあ理想的だよね。うん、だって別にさ直接喋るわけじゃないんだからさ、うん、そんなん話題なんていくらでもあるんじゃないの。はてな、はてなつけて送りゃもう、うん、そうだね、別にほんと何でもいいんじゃないの。うん、うん、なるほどね。まあ、その辺がちょっと僕にはわからないところだからあれだけど。なるほどね、わからないところ、うん、僕はだからどちらかというとその彼と同じで、うん、なるほどとか、うんうんうん、了解とか、うん、それでも終わりになることがまあまあ多いから。それは了解って言われる文字を送ってるからでしょ、向こうがね。うん、俺はそのだから俺が了解っていうの、俺がだからそういう一言とかで、うん、返す方がまあ多いなって思うな、はいはい、どういうことでも。ああなるほどね、うん、なるほどね、うーん、なるほど、そうだよ、なるほど、そうなんだ、うん、なるほど。え、結局どういうことだい、話題、うん、まあねえ、なんだろう、ねえ、なんだろうね、まあまあ話がしたいな、うん、もうなんか送ろうよ話題。まあ要するに気にせず送れってことかい、うん、そう、うん、あはー、うん、でも毎回何してんのだとあれだよね、うん、まあちょっとね、やっぱ限度はあるよ、うんうん、ああなるほどね、まあ、相手の気持ち分かんないからね、うん、そうだよね、うん、文章でさ、しかも状況もあるから、うんうん、あの思ったより難しいコミュニケーションをしてるんですよ実は、文章だけのコミュニケーションって。結構むずいよ、うんうんうん、本当に分からないので相手がどういう気持ちなのかも、そうね、うん、文字上で読み取れることで限界があるから、あるあるある、そうそう、で、うん、誤解も生みやすいしね、すごく、そう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 なんだよね、そうなんですよ、だから結構ね、あの、あんまりそれを主軸に捉えない方が僕はいいと思いますが、うん、電話しろ、電話すりゃいいってこと、まあもまあね、うん、まあまあそれで向こうが OK ならそれでいいんじゃねえのとは思うし、電話するとき、ね、電話するときってさ、逆に電話するときってなんて言って電話するの？
今から電話していいですかっていうの。あと友達とか好きな子にってことでね、うん、いやそれなかなかできるもんじゃないよね。俺さ電話を主として来てないからさ、うん、あでももうね何でもいいんだと思う。で相談したいことがあるんだけど、ちょっと文字だと、うん、伝えづらいからちょっと電話してもいいみたいな。だって相談がないもんな。まあいいんじゃない何でも。ほんと些細なことでも別に電話しないからね。ほんとにね。まあ俺もそんなする方じゃないかな。うん、どう最近電話したのいつぐらいだろうな。俺全然わかんないわ。わかるその気持ち。鳴ってない。だ別に俺 iPhone に電話機能別にいらない。いらないよね。うん、はあはあはあ。いらないからもうちょっと安くしてほしいぐらい。はあ、俺ここ5、6件全部相手が不明ってなってるんだけど。やばいよね。何不明って。何俺不明のとこからなんか電話を受けたりかけたりしてるな。大丈夫。なんか借金とかしてない。非通知。大丈夫かな。いや分かんない分かんない。なんだろうこれ。怖怖いね。うん、あよしよし。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。うん、うん、電話のボタン探しちゃったもんまず。どこ、いやあるかな。うん、分かる。必要ない、続きましてではーい。しょげむにさん、性別書いてないです。おい、サリンショーの皆さんこんばんは。初めてメールします。学校のことについて相談させてください。学校、学校、うん、僕は今高校3年生の男です。男だった。うん、男だったね、うん、うちの高校にはこの季節になると毎年教育実習生として大学生が一部のクラスに来ます。ありました。懐かしいね。一昨年と去年は面白くてかっこいい先生が来たので今年もちょっと楽しみにしていました。そして今年来た先生は、うん、なんと顔がドンさんにそっくりでした。あれ、同じ三人称ファンの友達もすげえ似てるねとか、聖司の弟なんじゃねえかって言ってましたので間違いなくかなり似てます。聖司呼び捨ててるね。呼び捨ててるな。お前呼び捨てられてるね。呼び捨てているな。高校3年生男子に。今年も面白い人が来たのではとものすごく楽しみでした。うんうん、ですが、実際は本家とは違い全く面白くもない偽物のようです。まあ、まず生徒とろくに会話しようとしない。そのうちそれをそのうち担任にして記者されたらしく、うちの女子生徒と会話を試みたらしいのですが、うん、口を開くや否や、うん、実は俺のバイト女性向けの風俗なんだよねといきなり言い放ったそうです。あー、いてやつだな。やばいね。まあ、仲のいい友人も引くと、うん、でいろんな悪口を耳にしますと、うん、まあいろいろこう書いてあって、うん、まああんな偽物が教員になると思うと腹が立って夜も眠れないと。とても辛いです。そして今度あの偽物に寄せ書きをしなければならないのが、もう本当に身が震える。え、寄せ書きとか教育実習生した。まあだからありがとうございましたみたいな。ああ、こんなんしてたっけ。そこで相談なのですが、こういうクソ野郎に向けて寄せ書きを書くにはどういったものを書けばいいんでしょうか。もう多分書いちゃっただろうけどね。ね、書いちゃっただろうけど。まあ、ね、うん、センスを磨けって書けば、そうだね、うん、偽物って書いてくる。偽物、センスを磨ける政治の偽物、うん、いいんじゃない、書いとけば。寄せ書きか。寄せ書きって最近書いたから。いや、書いた書いた。寄せ書き、寄せ書きね。あ、書いたね。書いたかな。俺書いてないわ。書いてねえな。うん、書いてねえな。寄せ書きことがあんまりないよね。ないね。寄せ書きって、うん、あんま寄せられないよね。イメージってさ、色紙にさ、うん、中心になんかあってさ、そこに花が咲くようにさ、放射線状にね、そうそうそう、逆になるみたいな感じで書いていくやつね、うん、あれ書き方難しくない？あ、難しい、うん、難しいよねあれ。どこに書くかとかも難しい、ね、そうそうそう、バランスみたいな、うん、1、2回もらったな。
お、何のタイミングで？やっぱりちゃんと部活動を僕はやってましたから。あー、なるほど。はい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 。中学、高校とちゃんとやってたので。そういう時にね、後輩からもらうやつね。そう、後輩からもらうやつですね。それは俺もあったな。うん、俺も昔仕事辞める時、みんなからもらいました。仕事で寄せ書きもらう？仕事で寄せ書き？うん、へぇ、珍しいね。珍しいね。まあ、仕事ではなかったな。仲良かったっすからね。ああ、それはいい、いいですね。うん、いいですね。それぐらいかな。それぐらいだな。背書きか。背書きね。仕事で、俺も前の職場離れるとき、前の、いつだったか忘れたけど、離れるときに、なんかでも書いてもらうのはあったんだよね。なんかその、あれはなんだ、なんかその、自由帳じゃなくて、なんて言うんだろう、自分のプロフィール帳みたいなやつ。わかる？プロフィール帳？高校の時とかなかった？なんかさ、1枚の紙に左上になんかプリクラを貼るみたいな写真のところがあって、特技とか書いて、あ、でもあったかもしんない、やるやつ。へぇ、あれをもう、うん、もらって、うん、かけて、で、うん、で、まあ書いてくれたのね、俺が出る時に、うん、で、1枚1枚あるんだけど、まあ最後の方とかもほとんど絡んだことがないですが、ありがとうございましたとかいっぱいあってさ、うわこれもういらないよと思ってねお前からのいらないよっていうのが結構あった。 あるよね。うん、ちょっとへこんだ。それはへこむね、うん、普通にすげえ猫泣いてるけど大丈夫。あ、なんかすごい泣いちゃってる。うん、どうした、あれ何なんだろうな、書かなくていい、頼まなくていいのにな、ね、違う部署の人とかさそれ知らんだろうっていう。でもそれはあるわ。うん、もう書いてくれっていう時もあるね。文章でわかるもんね。わかるわかる。あ、なるほどねみたいな。うん、そんな感じだったんだね、うん、みたいなのあるよね。そうそうそう、あるある。結構なるほどな、傷ついたりもする。 あるよね。うん、うん、最後なのに、うん、なんでわざわざこいつこいつってやつあるよね、うん、ここでそれ言うんだみたいな。あるよ本当に。続きまして、わしは真実が知りたい3男性の方。真実が知りたい。ヒンズじゃないのね。ドンサンペンさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。最近ふと思ったのですが、はい、三人称の皆さんはリアルで会った時お互いを何と呼び合うのですが、また標準さんやレプロさんのことは何とお呼びしているのですか。変わんないよね、もうこのまんま。変わんないね。うん、ドンさんのことだってドンさんって呼んでるよ。ねえ、そうだよね。昔はずーっとセイジって呼んでたけど、うん、でも本当だよ、俺もずっと名字で呼んでたけど、うん、鉄道さんの時は周りに誰もいないとかの時は、うん、あの鉄道さんって言うけど、うん、なんかこの空気ここで鉄道さんっていうの恥ずかしいなんて時は、うんうん、あの名字で呼ぶああそうだね、うん、あるよねそういう時。そう、うん、どういうこと。ドンさんはなんか、うん、あだ名でもいけるじゃん、うん、あー確かにね、うん、確かにね。なんか鉄塔は無理だもんね。無理だもん、鉄塔はね。バカみたいじゃん。もうよくわかんないもんね、うん、鉄塔は、うん、ドンさんペイさんはまあいけるもんね。そう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 、うん、鉄塔さんは無理なんだよね、うん、鉄塔さん無理だから、うん、名字で行くときはある、うん、まあでも確かに呼ばれたこともあるわうん、そうでしょ。なんで急にこのタイミングでこいつ俺の名字言ってんだって思う時はある、うんうんうん、あーなるほどね。だいたいそんな感じ。うん、あとの2人ももうそのまんまだよね。いやそのままそのまま、うん、本当にたまにちょっと面白がって名前言っちゃうぐらい、うん、俺でもひろたか、まあひろたかって言ったのがあるかな、ね、うん、でもまあ俺ひろたかさんと全然そうだね、あんまあのリアルで会うことないもんね、うん、俺もそうなんだ。ない、いつだったかな、あれじゃない、去年のゲームするん時ぐらいじゃないの。あーそうか、うん、12月頃、うん、12月じゃないかな。あーその時ぐらいだよね多分。そうだわ、うん、12月以来俺も会ってないかな。そうだと思う。 FF やったのもそのぐらい、うん、あれは10月とか。 FF やったの10月。あーじゃあもっと前か、ほんと去年の今頃だよ。うん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 、この間さ、うん、標準さん誕生日だったでしょ。うん、うん、で俺それツイッターで知ってさ、あ、はいはいはい、そうだっつって、ね、全然言わないよねあの人。うん、言わなくて、でもなんかおめでとうみたいな絵をいっぱい書いてもらってて、うん、でそれをリツイートしてたのを見て、そう、あっと思って、俺もあ今日なんだと思って、そうで俺12時結構回ってて、ね、うん、
出遅れたと思ってこの今通話しているところにさ入ったら誰もいなくてさ、うん、いやいない、うん、だってあいてかあいつ8時ぐらいからさ12時ぐらいまで寝てたっぽくてさ寝てたらしいねそうだよだから、うん、俺とペンさんゲームしてて、うん、で4人さん呼んでなんかやろうぜみたいなそう、うん、FIFA かそう4人さんが来るなら FIFA 買うよって話をしてああそう、うん全然来ねえから全然来なかったから2人で GTA、うん、やって、うん、やってた2人で GTA 2人でずーっとレースレースやってああそうなんだお金を稼ごうっつって、うん、そう俺はてっきりみんながもういるもんだと思っていつものようにね、うんうんうん、だからその前直前までちょっとギターで練習して、うんコードはこうだこうだなっつってでギター抱えながらだよ、うん、もう入ってったら誰もいないから、うん、誰もいねーと思ってしばらく待ってたら、うんおうっつって幼稚園さんが来て恥ずかしいこいつ一人で来やがったと思ってさしょうがねえからちょっと待っててねっつって、うん、もうマンツーマンで一番恥ずかしいやつやんそれ俺やだった俺やだったすごい恥ずかしいねそれは恥ずかしい俺すげえやだったけどいやようやったわケラケラ笑ってたあいつはなんでだから君たちいなかったのと思ってちょっと、うん、そうもう寝ちゃったんだねだって本人いねえのにそういる必要ねえんだもんそう全然誰も来なかったから、まあ、まあ確かにそうだよなそうああ全然いたよ俺らさすがにさ2人で GTA もさ限界があるからさそうだねそうだねそうあんまやるもんでもないもういいかっつってうん、うん、やめちゃったはい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 続きいきますよはーいミキグソさん女性の方おおいい女性なのうんこんばんはいつも三人称のお三方と標準さんのキャッキャウフフぶりに勝手にほっこり覚える収録金のパート主婦です働くね収録ガンガン働くじゃん、うん私には中学1年になる息子がおりますとおおその息子がお風呂上がりに突然チングリ返しをしながらチングリ返しチングリ返しでんぐり返しの上で止まってる状態、まあ、まあ結局そういうことだろうねああ、うん、なるほどね、うんうん風呂上がりには体が柔らかくなって自分の尻毛が見えるんだよと嬉しそうに私の目の前であらわな姿をしてきます、うん小学3年になる妹もおりますまずどこから何をどう注意したから、うん、注意したらいいのか分かりません、どうすればよいですかといいんじゃないですかまんまで、うん、まんまでも中1か、うん中学校1年生まあ別に、うん、中1にしちゃでも結構やんちゃだかなまあやんちゃだねうんお尻にうんお尻にあの熱したフライパン、うん、ジュッてやったら多分もう一緒やんないと思う、うん、一緒やんないね、うん、それは一緒やんない、うん、それもちょっとややもするとなところがあるけど、うん、体罰だねもう、うんお尻のとこジュッて触ってあげればいいんじゃない、うん、どこどこっつってどこどこしたらやめろよってなると思うけど、ねうんうん、写真撮ってやるじゃんあすごいっつってあそうだ、ね、これが今のお前の姿だよっつってね、うん、ネットに上げるねっつって客観的に見てみろよって、うんうん、うわすごいすごいみたいな逆にそうだね、うんうん、まだその年だと客観視できてないと思うから多分自分の様をそうそうそう、うん、なんならビデオに撮ってさうんうん、ムービーでね、まあ、そうそれをなんか、うん、ツイッターに断ることに流してりゃいいんじゃない、うん、いいじゃないでもお親に見せてくるその無邪気さそうだね、うんうん、もう無理だよ来年とかだから逆に言うともう、うん、あと1年ぐらいしたらもう見れなくなるね、うん、もう見れなくなるからねおけけも完成形になってくるわけでしょ、うんうん、お尻の穴も見れなくなるからそうそうですよふさふさになってさそうだねそれまでは見といた方がいいんじゃない、うん、楽しんで、うんうん、楽しんだ方がいいと思うよ、うん普通にやらなくなるからねそうだろうね自然とやらなくなるはずだからふとした瞬間に俺何してんだろうってなるからねうん、うん、周りはそういうことしないんだみたいなさそうなんか気づく瞬間気づく瞬間があるからね、うんうん、学校の話になるあるからね、うん、急に恥ずかしくなるあるよねああいう、うんうん、あでも俺も言ってたもんお母さんお母さんに、うん、お母さん俺あれかもしんないひょっとすると包茎の可能性があるっていうことをねお母さんに言ってたって言ってたな相談してたことがあるもんすごいよね、うん、それっていつぐらいだったいや中学校だったかな中学生の時か、うん、多分中学生ぐらいだと思うああ、うんね、それでなんて返したんだっけお母さんお母さんねなんつってたっけなちょっと触られたいや、触られはしないけど未処なんて
でも大丈夫じゃないの包茎ってみたいな感じだったと思うんだよね、多分。ああ、なるほどね。別にみたいな、まあ、気にすることではないぞと。うん、うん、まあ火星包茎っていうのがいっぱいいるから、うん、みたいな、うん、お父さんもそうだし、うん、みたいなね。そう、しげるもそうなんだから、んか、うん、家計的にそうなんだよっつって、うん、で全然わかんないからさ、そういうさ、包茎なのか包茎じゃないとかがさ、うん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 、でなんかそれを相談したような気がするけどね、ちっちゃい頃ね。今じゃもう絶対言えないけどね、うん、チンチンのことなんて。でもなんかこの前なんかあ、この前それはあれだよ、おパンツの話でしょ。おパンツのチンチン穴の話。それはしかも向こうからだから。ああ、そうかそうか。大丈夫、ここから出せないけど大丈夫っていう話を、うん、なるほどね、うん、そしてだけだから、うんうん、それは大丈夫だね。うんうん、次いきますよ。はいはい。ゴブリンレッドさん、女性の方。うん、ゴブリン、今回お三人さんに聞きたいことがあります。長くなってしまいますが、お付き合いお願いします。おい、私には彼氏がいます。いるね。彼自身結婚する気持ちはあるそうですが、かといって、うん、そろそろプロポーズをするというほどの願望ではないようなのです。はははは。ふわっと考えてるぐらいだそうです。あ、なるほどね。私自身いい年齢かっこ20代半ばになってきたことから、いい、職場で年上のお姉様たちから、どう結婚の話とか出ないのと聞かれるようになりました。はい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 。そして私がその話をされるたびに、まだないんですとしょんぼりしちゃうので、励ますつもりだと思うのですが、うん、お姉様方がでもなんてことのないことで、急に相手がプロポーズしてきたとかあるし、何がきっかけかわからないからねと言ってくださいます。うんうんうん。私にはそのなんてことのないきっかけというものがどんなものなのかピンときません、うん、アピールをしても話を流されてしまうのに、そんなに急になんだかわからないことで決断することなんてあるのかなと思うのです。そこで男性であるお三人さんにお聞きしたいのですが、うん、彼女からどんなことをしてもらったら、かっこ言われたら結婚を決断しますか。それは難しいね。難しいよ。うん、子供できちゃったらまあぐらいじゃない、まあするだろうね。うん、まあ事実ならね、それは事実なら。そう、なんつってなんつったって結婚してないからね、うちらね。そうだよ、なんつったってね。なんつったってしてないもんだから。そうなんだよね。なかなかわからないよね、それ。え、今まででさ、うん、する気とかがあったことある？結婚は。いやー、こいつとは結婚するんだろうなっていう、まあ、考えられなかったね。そのだからなんだろう、俺バンドやっちゃってたから。はい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 、うん、なるほどね。この状態で、ね、うん、分かる。結婚ってっていう感じだったと。やっぱそういうのはあるよね。うん、それはもうさ、我もそうです。うん、やっぱ男の人は結構そういうの多いよね、多分。まだそうだね、うん、そういう考え方っていうのが、うん、収入とかね。そう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 、うん、やっぱ自分一人でどうにかなるぐらいまでは無理だろうとか、うん、無理だろうっていうね、余裕が持てないだろうなとかは結構あるよね。あるある。結構多分男側ありそうだよね。うん、うん、そう、ちゃんと養えるところまで、ね、そこまでいけるかみたいな、そこまでしないとね。うん、そうね。でもまあもういいね、ほんといい加減にあれですよ、鉄道さんはね。特にね、うん、特にあなたですけど、もうちょっといい加減にあれなんですよね。そうですよね、うん、だから僕ペットを飼おうと思って始まった。だからそれもうね、やばいよ。ペットを飼えば幸せに過ごせる、静かに過ごせるんじゃないかなと思って。そうないるんです。はい、頑張ろうと思います。一緒に何に頑張ろうとしてんの？人生を人生を人生、一人と一匹で生きていくっていうことを頑張ろうと思います。あら、うん、なあ、一匹じゃ多分済まない可能性もあるね。済まないか。いや、そうだね。うん、そうだね。うん、一匹。あ、でも本当、うん、でも本当ペット飼ったらさ、うん、ああ、本当に鉄道さん作らなそうな気がするな、うん、本当に。だ、死んじゃった、鉄道は死んだみたいな感じになるよ。え、どういうこと？勝った瞬間、あ、勝った瞬間に、ああもうこいつは終わったんだと。終わった、うん、ドロップアウト。だって寂しさなくなるじゃん、言ってさ、ペット、うん、もう飼ったらさ、やっぱ可愛い存在となるわけじゃん。まあやっぱそういうもんなんだろうね、うん、だと思うよ、うん、想像でしかないけど。うん、だって帰ったらあいつがいるみたいな感じだからさ、もう、うん、そうだよね。うん、
それ、うんうんうん、いらなくなりそうだよね。ただいまって言うんでしょ、だってただいまー、まあ言うだろうね。うぃーっどうしたの、サムレだよ、帰ってきたよ、お腹減ったの、うぅやる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 っつってさ、うん、えぇ、ー、一緒にね、一緒にねっつってさ、あーいいね、あ幸せじゃん。いやそれだけで幸せになるから、あまずいんだって、うん、だから終わりだっつってんのだから終わりだっつってんの、うん、そうかな、そう、うん、そうなんですよ、まあまあ、彼女できてからじゃない、うん、彼女と一緒に、うん、なんか買おうよならいいんだよ。そう、それがやっぱ最高だよ。彼女と一緒になんか買おうよ、うん、うん、猫買おうとかさ、猫買おうとかいいじゃない、いいじゃん、そうしないよ、いいじゃない、一緒に散歩行ったりすればいいじゃない、うん、それは二人で暮らして始めるってことだよね。それはそうだよ、まあ別にそうじゃなくてもいいよ、彼女と別に同棲とかしなくたって、別に彼女がいれば別に家にペットいたってさ、そりゃ何も言わないよ。あ、まあね、ちゃんと相手がいるってのはやっぱ大事だね、う、うん、いるいないがもう絶望的に違うから間違いないです、絶望を感じることな、間違いないです彼女がいれば別に一緒に住んでなくても、うん、自分家にペットがいても何も何もだよ。そうだね、うん、全然違うからね、うん、いいじゃん飼えないよぐらいだけど、うん、いないから、うん、ああ、そっか、うん、だから、ね、順序が違うよ、順序が違う、そう順序が違うね、彼女からペット、彼女ペット、彼女ペットですね、うん、そう彼女ペット、うん、俺彼女ペット違う、俺本出せるんじゃない彼女とペットと俺、彼女かけるペットかける俺、漫画みたいだ ね、 なんかね、出せるよ、うん、ラノベみたいにしちゃえばいいじゃん。そうだね、うん、僕はペット、君はペット、なんかそんなの松潤のドラマなかったっけ。いやー知らないか、あ、わかんないの、なんとかペットみたいな、まあいいです、はい頑張ります、頑張ってください、頑張ってカラワリ男梅さん、男性の方、おお、ドンさん、テッドさん、ペイさん、こんばんは、初メールです、ダバ、突然ですが僕の友人のファッションについてご意見いただけたらと思います。なるほど、うん、僕の友人はどこへ行くにもスーツを着て外出します。お、一緒に買い物を行くもカラオケや居酒屋に行くも春夏秋冬関係なくスーツです。休みの日も、うん、すげえな。しまいにはショッピングセンターでサングラスをかける始末、あわ、まあ、いわゆる中二病というやつなのでしょうか。別の友人とつけたあだ名が SP いいじゃん、いいですね、いいですね、いいセンスです、うんうん、買い物なんかで隣に並ばれると、こちらとしてはかなり恥ずかしい、できればやめてほしいのですが、まあ隣に SP が立ってるわけだからね、うん、何かと思うね、 いいね、いいね、友人とはいえ他人のファッションに口を出すわけにもいかず困っています。サリーショーの方々、僕はどうしたらいいでしょう。あー難しいねそれはね面白いね、あでも友達だったら別に言えるけどね、うん、なんて言う、お前、いやお前なんでそういえばいつもスーツなの、お前 SP みてえだなって言っちゃうよね、あーもうむしろ言っちゃった方が向こうとしても、うんうん、SP 感を出してるつもりはなかったんだっていうね、うん、そうだね、言うかもしれないもんね、うん、要はだってその友達が気づいてないわけだから、うん、自分が SP であることにね、自分が SP であることに、うんうん、全然、うん、ほんと笑いの方に持ってっちゃっていいんじゃないかな、なるほどね、はい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 、とは思うけどね。いやそれでブチ切れるってことある、いやでもだからな、あ切れることはない、うん、いやどうなんだそれは、まあ分かんないけど、傷をつけてしまう可能性、まあそれもひょっとしたらあ、でもさかな、どうなのかな、楽だよね、うん、もうだってそれでいいっていう洋服がある、うん、あるとさ、スーツね、超楽じゃない、まあ、まあ楽だろうね、だって一回買えばいいだけでしょ、うん、しばらくの間、うん、うん、まあ、あとはシャツだけ買えるとか、シャツだね、うん、便利だよな、便利だよ、うん、なんか理由があるのかな、特にか楽だからそれにしてるのかな、もうどうなんだろう、スーツになんかこだわりがあるのかもしれない、憧れとかもしれないね、うん、なんかあるのかもしれないね、もう、うん、それ聞いてみたら、それ聞いてみたらいいじゃん、ね、すげえ気になるし、うん、実際、うん、実際気になるもんね、うん、どうしてスーツなのかっていうのは、うん、なんかね、ひょっとしたら、うん、なんか
重たいのがあるかもしれないし、全然何もないかもしれないけど、うん、もしあったら、うん、まあそれはしょうがない、なるほどなって、うん、なるほどなって、うん、まあ、理解できるのはいいことだもんね、うん、そうだね、うん、普通に聞くのはいいかもね、いいですね、うん、聞いてみてください、聞いてください、はい、知りたいですね、いや、てってれーさん、女性の方、おドッキリが大成功したか、最初の皆さんはじめまして、あ第124回の雑談放送にて、お1回しか一通しかメールが届いてなかった、あの富山のやつね、ああはい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 、寂しそうに話されてたので今回送ってみました、ありがとうございます、うん、富山、まあ、近い駅の生放送を見ていて美しいものと余題に、うん、我らがぺちゃんこさんがアキレス腱と挙げられ見事2位を獲得していましたはあはあはあ、ありましたね、さすがだなと思うと同時にフェチなのではと思うくらいアキレス腱について熱弁されていましたが、うん、脇フェチでも有名なぺちゃんこさんは腱フェチでもあるのでしょうか、うん、そうではないでしょうか、そうなん、そうではない、そうではないですか、いやだからさ、後ろ姿で見てて、うん、あのアキレス腱がさ本当にシャッとなってる、うん、あれは別にわあ綺麗だなっていう思うぐらい、フェチズムがあるわけではないってことね、うん、なんかあれでうわっ、うん、とかはなんない、いいなぁ、見たいとかじゃないんだ違う、手羽先かぁとかないんだね、あ、それがフェチなのかな、わかんないけど、うん、どうなんだろう、ないんですか、ちなみに、うん、これなんだ、エロ筋なのかエロ筋なのかがわかんないんだけど、なんだそれ、エロ筋なるものが女子の間ではメジャーなフェチの一つなのですが、皆様はエロ筋、エロ筋、エロ筋は見えていますか、それは何、筋玉わかんない、裏筋のこと、裏筋のことと金玉のこといや、わかんない、エロ筋、エロ筋筋筋肉のことなのかな、なんなんだろう、知らないこれ、なんだエロ筋って、エロ筋わかんない、ちょっと調べてみようか、エロ筋とエロ筋、エロ筋筋肉の筋、うん、エロ筋、エロ筋はだってもうあそこしかないんじゃないか、注目のモテ筋、エロ筋を鍛えろっていうのがトップに出てきました、鍛えられるのエロ筋って、え筋肉好き女子には当たり前って書いてあるよ、お、なんだなんだな、ああの、うん、腹筋あるでしょ、うん、3つに割れてる、うん、そこから下に行くと、うん、おちんちん行くでしょ、おちんちん、おちんちんだね、うん、でそのもうちょっと上に登ってきて、あれそうそう、おへその間があるでしょ、その裏に行くと、ね、キンキンがあるけど、その裏には行かない、行かない、うん、うん、おへそある、うん、おへそと、の間からちょっと横にずれると、うん、斜めに入ってるラインあるでしょ、あーこれらし、これかな多分、それ女性あるといいよね、違うのかな、この辺かな、斜めに俺入ってないな股間から腰にかけて伸びるあの筋のことです、だって恥骨から V 字状に外側に広がる、はははは筋肉を刺します、あーはーはー、これね、はいはいはい、はい、これね、今見てるわ、俺も今見てる、でもさ、ね、そこ見せる機会ってさ、なかなかなくない、なかなかな、もうそれは始まってるだけだよね、うん、うん、これはそういう時しか見せない、うん、ところだからね、そうですよ、大事なところだから、チンチン出す時しか見せられない、うん、そうだよ、うん、ここはなかなか、そうだね、あんまり、うん、それがエロ筋エロ筋、そうなんだ、どっちも一緒なの、エロ筋エロ筋はじゃあ一緒のことを言ってんの、まあ、エロ筋なのかな、だから筋筋のことかな、どちらかというと、まあ、筋肉でもあるんだろうけど、これがだから女性の間ではすごい、あれでも俺もそのエロ筋、エロ筋が女性にあるのも好きだけど、うん、ああわかる、うん、まあそれそうだよね、うん、うん、それはそう、ここ嫌いな人いないもんね、いないよね、いないいないいない、うん、うわすごいってなる、うん、女性もやっぱり見てる、そういうところ見てるってことですね、見てるんだね、まあだから見るときはだから好きなときでしょ、うん、そうだよね、うん、あーそうですか、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 そういうのがあるんですね、あるんですね、エロ筋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 、うん、筋エロ、筋エロ、筋、筋、今日もうちょっと頑張っていいですか、はい、頑張りましょう、いいんですか、もうちょっと頑張りましょう、はい、花さん、女性の方、花ちゃん、皆さんこんにちは、はい、な、付き合って3年になる彼とセックスレスです、セックス3年、うん、うん、以前から回数は少なめだったのですが、うん、1年前から全くしておらず、お、うん、どうしてしないのって聞くと、あ、怖いねこれ、これ怖いね、うん、どうしてしないのって聞くと気持ち的にと言われ、何も
言えなくなり、いまだにセックスできていません。うわ、つらっ。かっこ1年前はセックスしても中折れで終わってしまいました。うわー、うん、正直私は欲求不満でたまりません。ほう、セックスしたくてしたくてたまりません。うわー、うん、11月に彼の誕生日旅行で温泉に行くので、その時誘ってみようと思っております、うん、セックスパーティーだ。うーん、そこで相談なのですが、うん、どうやったら、うん、興奮させることができるでしょうか。それとも私は彼とのセックスが一番好きなので彼としたいのですが、もう彼とセックスすることを諦めて他の殿方を探した方が良いんでしょうか。それは難しいよね、うん、なんかドンキョーテに売ってるじゃん、ムラムラ。ちなみに彼は下着、コスプレ、ハメ撮り、ソフト SM は興味がなかったようです。あー、興味ないですね。同胞、21歳、C カップです。あら、くだらない内容ですが読んでくださったら光栄です。あー、いいですね。それはね、難しいね、どうやったら興奮するかっていうのもね。どうなんだろう、誘っだって誘われてもダメなんでしょ、うん、ダメなんだもんね。気持ち的にもうダメって言われちゃってるってなかなかのもんだよね。あれは難しいよね。難しいよね。その殿方も殿方でまあいろいろあるだろうからね。うん、3年って結構まあ結構な長さで、うんうんうん、まあ、確かにそんぐらいになると、うん、コメントの皆さんは薬を漏れと、うん、あなんてこと、もう犯罪行為を素人に。なんかギンギンになる薬あるよね。なんかまあ噂では聞いたことがあるけど、そういうものがあると。あ、そういうあれでしょ、うん、なんか、なんていうんだっけ、 EED みたいなじゃないの。バイアグラ的な。うん、いやあのね、あ、それとはまた違う違うやつなんてやつだったかな。なんかね、有名人がね、うん、パッケージになってるやつがあったんだよな。なんてやつだったかな。誰だろう。いやなんか有名人がそういうののパッケージになるの。プロレスラーかなんかがなってるような。プロレスラー、プロレスラー、小橋健太。でもね、選手の握り拳みたいな感じでやってた。 その辺に近い。その辺に近い。なんだっけな、誰だろう。小橋に近いってのと川田秋山。千田光じゃないな。え、鶴田もう亡くなってるけど。違うよ、ジャンボでしょ。ジャンボ、ジャンボじゃない、みたいな感じで。違う、深夜、深夜橋本。いやなんかね、亡くなってるよ、高いよみたいな感じで。あ、なんかね、亡くなってるレストラン。その出すな出すな、うん、その薬自体はすごく高かったのよ、うん、調べたらなんかそういう話になって、うん、すげえのがあるみたいな。で俺調べたら、いやめちゃくちゃ高いじゃないですか、うん、みたいになって、うん、いやでもなんかね、この人がパッケージになってるやつは安いんだよみたいなこと言われて調べたらね、それね意外とね安かったのよ。へえ、なんてやつだったかな。なんかそのマカ、調べてみるか。マカマックスみたいな。ああ、マカがめちゃくちゃ入ってますみたいな。薬局とかにも売ってるよね。そうそうそう、そういうのは。そういうやつ。ジャイアントババかな。古いよね。うん、性欲で調べた方がいいか。そう、まあ、そうだね。ちょっとコメントにもあるけど、うん、まあ、あ、でもちょっとマカオ秋山かな。え、違うかな。セックスレスについてもう話し合いをしちゃっててさ、うん、さらに拒否されてるってもう、うん、なかなかな段階だよね。なかなかな段階だよね、うん、それしちゃってるってなかなかな段階。いやー、そうだね、うん、する気があまりないぐらいなところってことでしょ。うん、でしかもやっちゃ、一回やった時はその中で折れちゃってる、うん、っていうのはなかなか結構あれだよね、うん、なかなかパンチが効いてるよね。うん、そうね。だからそのやっぱ殿方的なところが、ね、うん、まあもう結構なんだろうね、うーん、まあ、停滞している時期というか、うん、ちょっと11月のそれが勝負なんじゃないですか。うん、かもしれないね。そこでちょっと誘ってダメだったら、もしちょっと考えた方がいいのかもしれない、ね、そうだね、考えた方がいいのかもしれないね。難しいところなんだろうね。難しいね。まあ、若干トラウマになってる可能性もあるけどね。いや、わかる、うん、そういうのもね、あるんだよ、うん、あると思うよ、やっぱ、うん、その、わかる。いざしたときにその前のことを思い出しちゃって、うん、そうあるよね、全然多分あると思う。ていうかある、あった、うんうん、普通にあった、うん、あるよ。あれなんだろうね、もうすごいプレッシャーになるんだよね、すごく。そう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 、で気持ちがこう
なんかダメになるというかさ、そう、全然やっぱ自分の体調で結構変わってくるから、うん、やっぱ疲れてる時は全然だったりもする時もあるし、結構ね、そうなんですよ、うん、精神的な部分もねあるんですよ、割とほんとデリケートだよね実際、そう、うん、たまにだってすぐ出ちゃうかもしれないと思うときない？それは今日はしょっちゅうあります、うん、今日すぐ出ちゃうかもしれないとかあるよね、やばいこれすぐ出ちゃうかもみたいなときあるよね、あるあるある、そうそうそう、全然ありますよ、うん、割と男性にとって仲折れってそんなにショックなんですかってありますけど、すごいショック、かなりのショック、うん、めちゃめちゃショックだよねあれ、そうだね、うん、人によっては立ち直れないぐらいのやつあるかもしれない、うん、あるかもしれない、うん、そうだよ、そうなんだ、誰がソロジャイバカやろうだよでも鉄道さんはね、うん、ご飯とか食べるのは遅いけど、遅い、うんうん、だってなんだっけ、うん、本読むのも遅いんだっけ、まあ遅いね、時間かかる、うんうん、だから小説家なのにだって遅いわけでしょ、うん、遅いんだね、でだって何が早いかっつったらだってあれなんでしょ、行くのが早いもういいよこれは、そこだけだもんね、早いのそこだけ、うん、他にもなんかあるんじゃないかな、行くのは早いもんな、うん、行くのしか早くないもんね、困ったもんですよ本当に、うん、いいこと何にもない、何にもないね何にも楽しめないもんねそうだよ、俺だけ楽しいっていう、そうだよ、あー気持ちいいって言われるよね、それでいいならいいんだよやめろよやめろよそういう話をするのは、先生お願いしますよちょっと3ピスぐらいで、うん、3ピスフィニッシュ、3ピスフィニッシュ、そうです、うん、そうそうですじゃん、そうですね認めちゃってちょっと11月のその旅行が勝負ですね、うん、うんうん、まあ頑張るってのも難しいけど、まあちょっと、うん、まあでもね、お互いのことだからね結局ね、うん、大事なことなの で、うん、まあその時にまたちょっと考えてみるのも良いのではないでしょうか、ええ、そうです、ええ、そうです、うん、まあ、にちょっとね似たようだとかちょっと、まあ、違うっつうか似たようっつうかなんだけど、うんうん、2分の6は3、はい、女性の方、早速ですが質問です、うん、男性って、うん、どんな時でも簡単に立つんですか学校生活を送る中でよく立っている男子を見かけます、うん、お、見てますね、そんなに日常から興奮するんですか、お三方も日常から変な質問すみません、こんなことを聞けるのはここしかないと思い送らせてもらいましたということですよ、学校生活、学生だからね、学生の時なんてさ、うん、別に何も考えてないけど、うん、なんかビンビンになる時なるね、あるある、てか学生じゃなくても俺、うん、ついこの前までなんか2時毎回昼過ぎの2時になるとチンコが立つっていう現象が何だそれ、時計代わりだそう、時計みたいになってた、うん、あ、来たな、2時かみたいな、あ、2時、あ、チンチンだった、あ、2時かっていうのが分かるぐらい、それは何、別にさ、うん、チンチン自体が2時を指してるわけではない、2時指してるわけではないわけではないんだわけではないんだけど、うん、2時になると立つっていう現象が起こってた、面白いね、うん、超面白かったこれ、すげえじゃん、すげえ嫌だったもん、トイレ行ってさ一回一回その度に、あー、うん、あるんだよ、いやあるよ、全然ある、でもそれしょうがない、そうそう、うん、さっきの話とまあね違うけど、うん、若い時とかは結構やっぱある、いやーあるよー、あるよー、うん、いやしょうがないんだもん、だってどうしようもできないんだもん、そうなんだよね、うん、全然何も考えてないのにさ、うん、うん、あれなんでなんだろうっていう時はあると、ね、なんだこれっていうのあるよね、なんで今なのって時あるよね、うんうん、で、ももに挟んでさ、不思議なもんだよね、足組んだり、不思議、うん、バレてんだね、あれね、あれバレてんだね、俺バレてねえと思ってた、バレてんだ、ね、恥ずかしいな、バレてたのか、恥ずかしいな、バレてたのか、恥ずかしいね、あの時の俺、うん、本当だね、うん、ちょあ本当に、うん、あの人全然クラスで喋らないのにもうチンチンだけ立ってるってチンチンだけ当たってるわっつって何あれあやだー、なんなのってなるよね、なるね、トイレ行くんじゃない、うん、あれうわいやいやらしい、いやいやらしい、いやいやね、へこむわ嫌われるね、本当嫌われちゃうね、嫌われるよ、そんなそれはショックだな、うん、あ面白いね、うん、そういうのを教えてほしいな、うん、こういうの気づいてたんですよみたいな、そう実は、うん、実は知ってましたよ、ね、みたいな、ね、知ってるけどみたいな、あ面白い、
しょうがないね。しょうがないね。しょうがない。それはそういうもんですね。そういうもんですね。ちょっと笑いすぎてお腹が痛くなっちゃった。続きまして、ウォルフガール、ウルフガールかな、ウルフガール女性の方、サニショーの皆さんこんばんは、こんばんは。私はいろいろな悩みがまああるのですが、その中でも特に最近私が悩んでることは一つあります、それはすぐお腹が鳴るということです。どこへ行っても何をしてもギュルギュルお腹が鳴ります。ご飯を食べた後でもお腹が鳴ってます。私はよく人と電話をするのですが、電話してても常に鳴るので、もう相手の電話の相手も慣れてくれたみたいで、お腹が鳴ってもスルーされるくらいです。そんなに聞こえるの？そうなのかな、すごいね。学校の授業中、静かな時も、朝の電車でも、容赦なくなると。俺も鳴る派閥ですけどね。あ、本当に、この悩みを知人に話すと、もしかしたら空気吸いすぎかもと言われました。あ、呼吸しすぎってこと？でも、私は息がしたいですと。息がしたい、そうですな。まあ、いろいろこう書かれていて、お産、女の子のお腹が鳴ってたら3人称の皆さんはどう思いますか？真剣に悩んでいるのでお願いします。だそうですよ。まずうちの母ちゃんが鳴るからな。あ、そう、俺それ遺伝なんじゃないかなと思ってんだけど。遺伝ってお腹が鳴るもんなのかな。なんかそのなんか腸なのか何なのかわかんないけど、それの音なんじゃないのかなって俺はずっと思ってたのね。なんか活動を活発にしてるのか何なのかわからないけど、なんかそれはよく言うよね。なんかお腹が鳴るのは活動が活発、になっとるからだっていう話はちょっと聞いたことがある。あら、別にけど、まあ恥ずかしい瞬間っていうのはあるよね、お腹が。エビオス飲みゃいいじゃん。エビオス、何エビオスって？何それ？成長剤。成長剤、それを飲むとのたかならなくなるの？いや、わからない。グーピタ飲んでみよう。だってグーピタって何？いや、あのね、あるのよ、グーピタ。グーがピタってするの？そう、ピタッと腸の中でなんか膨れるかなんかで、その腸の中で膨れる、で体、男塾に出てきた敵がそういうの飲んでバカってなってて、ラセスに疲れてたけど最終的にラセスが、多分同式化で疲れて飛んでった。それとは違う。そいつ飛んでってっちゃったよ、わーっつって。それとは違う？多分それとは違う。ラセスいいなー。クッキーみたいなやつ。やばばばば。グーピタのサイト開いたらすげえ音楽流れちゃった。やろやろ。おい。歌い出したよ勝手に。グーピタが？グーピタが動く。なんだよ。すげえ歌ってたよ。へえ、グーピタ。でもそういうのってさ、常に服用してたらあんまり良くなさそうだけど、どうなんだろう。グーピタは薬じゃないのよ。薬じゃないんだ、そもそも。カロリーメイトみたいな感じ。ああ、雰囲気は。え、小腹、あ、食べるものなの？そう、小腹みたいな。小腹が空いたらみたいな。うん。ああ、お腹が、グミっぽいのもある。グミっぽいのもある。うん、クッキー、クランベリー、おやつみたいなもの。あ、チョコバナナ、なんかいろいろあるよ、種類。いろいろあるのか。そうなんだ。まあなんかいろいろ試してみりゃいいんじゃない。その辺あると思う。グーピタの公式ページに飛んでみればいいんじゃない。なるほどね。グーピタってのはいいアイディアだから。爆音で音楽流れるけどそれだけ気をつけて。今だけ気をつけて。今珍しい。あ、でもグーピタ聞かなかったって人もまあまあ中にはいるだろうね。まあでも一回ね、まあ試してみるのはいいかもしれない。いいと思う。グーピタ俺も知らなかったら、お腹空いて鳴ってるんじゃないからっていうのも、まあ確かにあるね。もあるかもしれないね。続きまして、ディジーさん、男性の方。ディズイ、ディズイ、はじめまして。初めてメールを送らせていただきます。まこと君、自分は6月から健康面の理由でベジタリアンかっこビーガンになったのですが、三人称の皆さんが健康面で気を使っていることやおすすめの食材や食品などあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。渋いね。だって渋いわ。ビーガンってなんだろう。何それ。ベジタリアンかっこヴィーガンって書いてあるけど、何それ。何ヴィーガン。ヴィーガン、何回も同じこと言うけど全く分かんない。ヴィーガンの定義、あ、ちょっと待って、これ調べてみるわ。ヴィーガンの定義。ヴィーガン、ベジタリアンとヴィーガンは違うのかな。ヴィーガンとは菜食、絶対菜食主義者という意味。野菜と絶対に野菜しか食わない。ベジタリアンと一緒じゃないと思われますが、ビーガンとベジタリアンは違うものなんだって。ビーガンは卵、牛乳、ゼリーも食べない。ベジタリアンって何、その辺行っちゃうの。ベジタリアンはその辺行っ
っちゃうのかな、わかんないけど。いや本当にだから草しか食わないってこと？そういうことか。へえ。へえ。ビーガン、ウールや毛皮も着ないって書いてあるよ。え？え？もうかなりじゃストイックな。そう、食生活だけじゃない。はあ、もう精神的にもうそういう風にしようっていう人なんだ。生活からもう変えるってことだね。健康面、なんでなったっつったっけ？健康面の理由。健康面の理由で、うん、服も着なくなるってこと？なんか住まいも。え？葉っぱ？藁とか。よくわかんないけど、動物性の素材を使用しないのが彼らのポリシーって書いてある。はあ。すごいね。そうなんだ、うん、俺周りにいないからちょっとね詳しくは分からないんだけど。いや、ね、俺も分からない、うん、そういうこともまあまあまあ、うん、いいんじゃない、自分でやる分には全然、うん、いいんじゃないですか、ね、なんか ビーガンレストランとかあるらしいよ。へえ、最近は、うん、そうなんだ。最近そのなんかおしゃれなところでさ、うん、サラダしか売ってないみたいな、うん、ところもあったりするからね。すげえでけえボールに刻みに刻んだサラダみたいな。はあ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 。それをみんなお昼に食べるみたいな感じも最近あるみたいだから。そうなんだ、すごいね。なるほど。おすすめの食材や食品などあれば教えていただきたいです、ね、いや、だってこれで肉な、肉類言ったら怒るわけでしょ。怒る。そういうことじゃねえんだよみたいになるでしょ。我野菜食べない派だからさ、我も逆ビーガンだからさ。俺も逆ビーガンなんだよね。俺は野菜は食べる。完全に敵対するところにいるんだよね。そうなんだよね。勢力としては反対側にいるから、いずれ多分戦うことになる。そう、なると君とは。そうすると俺が真ん中にいる。そう、うん、うん。動物性の素材規制に行くからね。そうだね。うん。本当に毛皮の豚肉で殴りかかるからこちら。気をつけた方がいい。それを俺が正面から真ん中で見てると。うん、まあすごいなーっていう。ああ、おすすめの食品どうなの？ベーサー的にこのサラダはいいぞみたいなのとかあったりすんの？ん？ベーコン入ってるサラダ美味しいよね。ダメだね。ベーコン入れちゃうか。ベーコン、ベーコン入れちゃったらダメだよ。うん、ベーコンやっぱアクセントになるよね。なるね。うん。まああんまりこれはあれだね、我らに聞くことじゃなかったね。うん、そうですね。別に。サラダ好きだけどね、サラダにベーコン入ってるしね、わかる、うん、だから頑張ってほしいね。まあまあそう、無理せず、うん、無理せずだね、感じで、うん、ほうれん草、あ、美味しい。ほうれん草ね、あのラーメンに入ってる、あの家系のねラーメンによく入ってるやつね。美味しいよね。美味しいですね。あと、うん、ココイチとかでもうほうれん草を入れると美味しい。そう、俺ね、ココイチはね、ほうれん草にチーズなんです。ああ、俺も最近ね、ほうれん草入れるようになったんですよ。いいでしょ？ほうれん草チーズ。いや、いいんだよね。チーズは俺使わないんだけど、その時は。あれ？なんで？うん。俺はちょっとそういうんじゃないから。俺はスクランブルエッグ、ほうれん草。大したがね。パリパリチキンっていう。ああ、入れるね。入れる入れる。俺ぐらいになると。チーズカツカレーだな、大体。一番すげえな、なんか一番できるカツカレーだ。重いね。大体そう、大盛り。大盛りきつくない？大盛りはね、本当に大盛りだよ。結構体調に左右するね。俺無理なんだよな。俺も普通。いけるときはいけるって感じ。普通でどうにか勘弁もっていう感じ。だって鉄塔さん大盛りなんつったら。2、3ヶ月かかるんじゃないか、食い終わるの。食い終わるもんね。とりあえず途中ぐらいで2日目になってるから美味しくなってる。そうでしょ、熟成されてるでしょ。いい感じの味になってるね。あれは無理かな。じゃあメールは次で最後にしましょうかね。はい、しまふうさん、女性の方。しまふう、サルリン鉄塔さん、ドンピシャさん、ぺちゃんこさん、こんばんは。こんばんは。三人称ステッカーを貼ったパソコンから初めてのメールを書かせていただいております。あれ、ありがとうございます。何それ、どこに売ってんだろうか。もうこれのすずり。たまには相談でなくおすすめメールをしたいと思うんですが、いかがでしょうか。あ、どうぞどうぞ。お三方は COD 投稿者 FPS プレイヤーということもあり、実際にこのスリルを味わってみたいと思ったことはありませんか。あ、なるほど。ということで、お三方はサバゲー、サバイバルゲームには興味ありないのでしょうか。
三人称さんの周辺ですと、ね、ツーボロの兄者さん、うんうん、お父者さん、おつじさん、カレー、うんうん、タコエさん、カレーさんね、うんうん、などが動画投稿されていてよく拝見しております、うんうんうん、私もこの春に大学に入ってからサバゲーを始めたので、うん、まだまだ初心者ですが、女性だっけ、女性、おろい、ゲーム好きで話が合う方がたくさんいるし、何よりストレス発散なので飽き性の私もかなり楽しいです。実際にやってみたらイメージが変わった点が多く、例えば、うん、ガチガチの迷彩服や軍服を着ないといけないということはなく、実際は T シャツやジーパンでやっても問題ないと言ったんじゃないのかな、めっちゃ森の中でやるというイメージは、室内などでできる施設もたくさんある、うん、始めにくいというのは、初心者優待やレンタルがたくさんあるなどと思ったより気軽にできるという印象を受けました。ああ、そうなんですね、うん、まあいろいろこう書いてくださって、まあ、うん、ぜひ見てみてくださいというふうに疲れておりますよ。疲れるよね、走るっていうイメージがすごいあるよね、もうちょっとね膝が、うん、あのね、正直なところ興味がないわけじゃないんで、ね、いや俺もそうだね、俺むしろ小さい頃すごいエアガン好きだったし、あーわかる、うん、俺ダブルイーグルでしょ、えダブルイーグル、うん、どんなやつ、ダブルイーグル、俺グロックダブルのイーグルだよ俺ね、うん、違うんだよ。俺 USP なんちゃらと思ってた、ね。あーあー、COD にも出てたね。COD4 に出てたわ。うん、持ってた。あかっこいいやつ。うん、で、俺ずっとね、あのダイハードの真似してた。あれ、え、ダイハード1。ダイハード1？うん。どういう風にやってたの？あの、意味かいいやつってたの？違う違う。あの、全然セリフとかじゃなくて。セリフじゃなくて？あの、ガラスが地面に落ちちゃって、そこを、はい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 、歩けないから、うん、こうなんか引きずるようにして動くみたいな、うん、はい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 、あれじゃあガムテープで背中に銃貼ったりとかしなかったの？あ、もうやった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 すごいやったやったいいよね、あのシーンね、そう、あのリボルバーみたいなのもね、あの火薬入っててパーンってなるやつ、駄菓子屋に売ってたやつ、そう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 、あれとかすごい遊んでた、いいね、うん、超好きだった、一人遊びが、そういう一人遊びがマジで好きだった、分かる、分かるわ、どこでも銃持っててたもん俺、それは怖いね、危険だね、それは怖いわ、風呂まで持ってってた壊れちゃうでしょ、うん、うん、すっごい楽しかった、そうだ、興味がないわけじゃないんですけど、うん、まあ多分その肉体的なそうだ、ね、あれが耐えられないんじゃないかなと、ちょっと本当にそう、うん、だね、そう、うん、3人称揃って最近スタミナがないだろうっていう話しててさ、うん、そうだね、ねえ、なんかなんだかんだで駅の階段登るの辛いとかさ、そういう話してたぐらいだからね、うん、俺、うん、富山の町会議の前の日に、うん、iPhone7 が、まあ、出たわけですよ、うん、で、うん、iPhone7 が富山に行く日の午前中に届きますってなってて、うん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 、で会社に届くようにしてたんだけど、うんうん、いや午前中って会社始まる前とかだと再配達して間に合わねえなとか考えてて、うん、前日にね、うんうん、で見たらもうありますよみたいな感じになってたの、郵便局に、はいはいはい、であれこれいけるなと思って、うん、仕事中にちょっと外に飲み物買ってきます雰囲気出しながら出てって、多分2キロぐらい、うわ2キロ、うん、1、いや2キロぐらいを本当に走るやつ、はいはいはい、小走りとかじゃなくて相当走るやつ、ね、そう、それで行ってまあどうにか iPhone7 ゲットしたんだけど、うん、次のその富山の日もうね足全体が筋肉痛だった。いや、なりますよね。もうすぐだよ。走っただけでなっちゃうから。きついよね。いや、きついよ。最近さ、うん、いや、これどういう現象なのかわからないんだけど、うん、普通に歩いてるじゃん。うん、普通に歩いてる。歩いてると、うん、膝がなんか電車とかでつい立ちながら寝ちゃって足カクンってなるやつあるでしょ。うん、はい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 。あれが歩きながらちょっと起こる。あれのあれの軽いやつあれをもうちょっと軽くしたやつが歩きながらへこむことになっちゃうの、そんなカクンって急になる、それは時ないですか
あれでも俺最近怒るんですけど、いや俺はないな、俺もない。あ、ないですか。ないないない、うん、僕ね最近怒るんですよ。俺足の裏が、うん、真っ二つに裂けんじゃねえかってぐらい急に痛くなる時あるけど。何それ歩きすぎでってわけじゃなくて、なんかかかと上げて前に行こうと踏み込んだ瞬間に、うん、土踏まずの中心部分が、うん、もうペロッと両方ともが割れるぐらいな痛みを感じる時あるんだよね。あーでもそれはなんとなくわかるかもしれないな。あ、ほらコメントではわかるわかるっていう。そっちはある、それはわかるっていうのはペイさんの方かな。うん、避けてるのが多い。うん、なるほどね。野さんのもないわけじゃなかったけど。ないわけじゃないけど、俺はねおそらく、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいした後、うん、電車に乗るために階段を上って電車の中で喘息がなると思う。ヒューヒューしちゃう。わー、ヒューヒューしちゃうやつだ、うん、やっぱその季節の変わり目プラスその走ったりすると、うん、寒い時って来るよね。あんまヒューヒューしちゃうと、ヒューヒューしちゃうから分かるわ。気をつけないとね、うんうん、大変だね喘息。そうなんですよ、大変なんですよ、本当ですよ。じゃあ最後に、はい、まあ、いくつかちょっとお豆ちゃんを紹介して、はい、いきたいと思いますよ。豆って羊さんのお豆ちゃん、お豆ちゃんの補足、トトさん、ペチャンコさん、ドビシャさん、こんばんは。こんばんち、125回目の雑談で、はい、キリンとホットケーキでしゃっくりを止めるといったものです。おお、あーあったね、うん、お補足というわけではないのですが、あれ以上に補足がある、うん、キリンを回す時間はわ、うん、かる、うん、もう、うん、思い出して、うん、みんな、うん、今も回してる回してる、うん、気づいたら止まっているので実際の時間を測ったわけじゃないから分かんないですが、だいたい1分ほど想像していれば止まると思います。すげえ早くない？でも一周も回ってない気がしますと。ああ、うん、1分越しても止まらないときは、うん、真剣にキリンとホットケーキを想像していないと反省し、あ、なるほどね、真剣に考えると止まります。想像力が足りないと、うんうん、私はもう安易に想像できてしまうため、最近ではキリンが地面から出てくるズボモモモモという音、逃げ惑う人々の姿、声、ポンと東京ドームがホットケーキに変わってしまう音も想像します。あ、すごいね、やばいね、そのうちバキみたいになるんじゃないか出てくるね、あ、そのうちカマキリと戦い出すと思う。だやばいね、気をつけた方がいいね、うん、まあ意識を遠ざければ遠ざけるほど呼吸が正常に戻りしゃっくりが止まるんじゃないかなと考えておりますと、うん、なのでキリンホットケーキじゃなくて非日常的に想像しがたい組み合わせなら何でもいいんじゃないかなと思います、うんうん、皆さんもいろんなのをやってられてみてください。なるほど、はい、でそれに関連しまして、うん、うん、チャダシ、女性の方、チャダシ、前回の雑談放送のしゃっくりを止めるおまめちゃんをしゃっくりが止まらなくなった娘、過去小学5年生で試してみました。お、いいじゃん。東京タワー級のキリンが東京ドーム級のホットケーキの周りを歩く姿を想像してごらんと教えたところ、うん、しばらく遠い目をしながら悪戦苦闘していましたが、うん、いつの間にかしゃっくりが止まっていました。ちゃんと想像できたのと確認したところ、キリンがホットケーキの周りに群がって食べ始めたら止まったっぽいと言ってました。食べちゃった、食べちゃったね、何いいじゃないですか止まったことに変わりはないのでしばらく実践しようと思います。あ、ちなみに個人的には息を止めたまま水を飲むと、水を一気に飲むと止まると思います。あ、それね、うん、またそれに関連して、はいはいはい、もうみんなしゃっくりの止め方で、ね、しゃっくりどんどん来るじゃん、うん、しゃっくり出てないな、俺も出なかった。ゴールウェイの元亭主さんのお豆ちゃん、うん、ほう、私の知ってるお豆ちゃんはしゃっくりの止め方ですと。私は以前お酒を扱う仕事をしていたのですが、うん、お客さんでしゃっくりが止まらない方などによくやってた方法があります。ほう、ショットグラスにライムジュースを入れて鼻をつまんで一気に飲むこれをやるとかなりの確率でしゃっくりハードルが高い、常に持ってなきゃいけないじゃん、それハードルが高い。今までいろんな人にやりましたが8割9割止まりました、うん、どんな理由かは知らないですが、ね、不思議と止まりますので機会があれば試してくださいと、うん、至る所にハードルがあるなすげー高いね、条件がちょっときついかな。きついね。電車でできねえじゃんそれ。そうだよ。急に電車カバンの中からそれ出したらおかしいでしょうよ。いや笑っちゃうよね。笑っちゃうよ。うん。うん、続きまして、はい、あ
ちょっと待って。ああ、むいむいさん、女性の方の豆ちゃん。むいむい。おへその穴ってそこがあるの知ってますか？え？まあそこはそこ、まあ、あれ、貫通してない。え？そのない。私も子供を産むまで知らなかったのですが、妊娠してお腹が大きくなってくると、どんどんお腹の皮が引っ張られて伸びてきますと。なるほど。そうするとどんどんおへその壁面、うん、壁が表に出てくるんです。外に引っ張られて。うんうん、なので今まで綿棒かなんかでも届かなかった奥の方が表面に現れるので、ここぞとばかりに掃除ができます。ああ、そしてなんとお腹が極限まで大きくなると、おへその底までも表面に引っ張り出てきてしまい、おへその穴はなくなります。私はそこまでお腹が大きくならなかったので、出産までおへその穴はありましたが、友達はつると平らになってました。あら、お三方も将来奥さんが妊娠した際はどんどんおへそがなくなっていく様をとくと観察してください。じゃあおへそ見といた方がいいってこと？どんさんないんじゃない？ドンさんは何穴開いてると思ったの？俺、うん。どうなってるもんだと思ってたの？いや、あの、ケツの穴みたいになってるのかなと思ってた。じゃあ、何かの表紙で開くってこと？そう、何かの表紙に、グッてやったら、ズブズブズブって中に入ってくるもんだと思った。怖い怖い。腸が出てくるってことじゃん。そうだよ。アーナルみたいなもんだなと思ってたんだけど。本当に？それは。そうですか。いや、じゃあよかったね。今のこのおまみちゃんはよかった。よかったね。そこがあるんだな。うん。そうですか。妊婦さんのお腹って最近触ったことある？はい、うん、いや、ない。最近どころか、ない。全然ないのよ。ないよ。俺そう、うん、あの一回触らせてもらったんだけど、うん、すごい硬いのね。あ、そうなの？張ってるってこと？パンなの。パンパンだった、その人の時。もう結構大きかったからかもしんないけど、うん、もうパンパン。マジで羅刹に疲れたらどうなる？羅刹にやったら赤ちゃんが多分投資機関でね、やられたらさすがに。いや、でもどうなんだろうな。でもそれひょっとしたら羅刹の指がいくぐらい硬いかもしれない。羅刹っていうのはちょっと知らない人だって。男塾に出てくる、うん、あの3号生で、うん、ヒゲが生えてる人。そう、男塾読んでないとちょっとわからないんだけど、ね、分かんないかな、羅刹のこと。羅刹、うん、ほとんど多分分かんないと思うよ。本当？すごい、うん、俺好きなキャラなんだよね、羅刹は。いや、そうでしょ。、うん、すごい好き。俺もね、好きなんだよね、男塾の羅刹は。ちょっとじゃあ、みんなもね、調べて、ね、調べて、そんな活躍はね、正直してないんだけど、うん、そうだね、実は、うん、かっこいいんだけど、うん、まあまあ、でも、まあ、皆さんもどうぞ。うん、どうぞ。羅刹のお豆ちゃんがあればどうぞ。羅刹豆。羅刹のお豆が。絶対共感できないもん。いいですか？もうちょっといきますね。俺の名を言ってみろのお豆ちゃん。何？ジャギ？突然ですが、皆さんは口を閉じている時の舌の位置を気にしたことはありますか？ん？口を閉じている時の舌、ベロの位置。うんうん、あ、うんうん、今、はい、実は口を閉じている時の下の位置は上顎にくっついている状態が正常な位置となっています、うん、くっついてる、うんうんうん、しかし幼少期に口呼吸をしていたり、おしゃぶりが離せなくなる、離せなく上昇していたりすると下の位置がおかしくなる、舌壁、うん、下の癖ね、はい、うん、下の位置が下方に落ち込む低位舌、下の部分、低位、下の位置にある下、うん、うん、下の低い位置にある下か、うん、に陥ってしまいます。低位説のまま大人に成長すると、さまざまな弊害が起き、歯並びの悪化、舌の機能と下顎の筋力低下、下顎が前に出てしまう受け口、口が少し開いてしまい、口臭がきつくなる等々、悪いことあげたらキリがないくらいありますと。あら。で、この低位説は、うん、トレーニングなどで治療することができるので、ご自身のお子さんや気になる方は、心配な方、お近くのお医者さんで相談してみたり、ウェブで低位舌の見分け方など調べてみてはいかがでしょうか。この話は知り合いの歯科医に聞いたお話です。だそうですよ。へえ、なるほど。 下にくっついちゃってる。うん、俺ちゃんと上だな、大丈夫。俺も上だな。でもなんか意識したらよく分からなくなってきちゃった。あれ、そう、うん、うん、いや俺上だ、上上、うん、多分上だと思う、うん、うん、なるほどね。それ大変だね。それもあるらしいですよ。おー、うん、なかなかわかんないね。続きまして、はるさきさん、100のお豆ちゃん、125回で読んでいただいたお豆ちゃんの墨付き括弧ですが、うん、これは墨がつく、墨汁の墨付きではなく、正しくは縁の隅っこの墨付き括弧でした。大変すみませんでした、失礼しました。
お詫びに新しいおまみちゃんを送らせていただきます。これや引き出しにしまったはずなのに、うん、どこの引き出しにしまったか思い出せないという時は一番下の引き出しから開けていくと、いちいち知りずに探すことができます。マジか。分かってるよ。そんなことぐらい。それは分かるな、うん。実際に泥棒はこの手法を使っていると小さい頃母に教わりました。ぜひご活用ください。ね、ま、豆なのかな。この人はだからそうだと思った。いいんです。いいですね。どうですか。とてもいいと思います。よかった。いいですね。微笑ましいですね。うん、いいですよ。微笑ましいですね。あとね、ちょっと面白かったんだよな。ペンタさん、女性の方のおまめっちゃん。どうさん、ペンさん、テッドさん、こんばんは。早速ですが、はい、誕生日についてのちょっとしたおまめちゃんを送らせていただきます。うん、厚生労働省の統計によると、うん、日本で最も生まれた人の多い日、これ分かります？ん、日本で最も生まれた人のが多い日、誕生日が多い、誕生日が多い、うん、なんだろう、分からないかい。分からないですね。これが12月22日だそうです。あれ、あなた、そうなんです、あなたじゃない、はい、一番多いの、なんと鉄塔さんのお誕生日である12月22日なんだそうです。おららら、理由としてはこの日に産めば年内で退院できていいとか税金が安くなる等の理由があるらしい。うわ俺これ俺これで本当かなって調べたら結構書いてあってさ、うわマジか。俺お父さんお母さんそういうこと考えながら計算してしかもそうか瀬戸さん次男だし、うわ俺らさ計算の上生まれた子なのかなと思ってちょっと悲しくなっちゃった、ね、ちょっと悲しくなるね、はい、計算してくれた、計算された。ちなみにね、12月22日って今は違うんだけど昔は伊手座と山羊座が間だったんだよね、の間、12月22日が、じゃあ何だったの、だからどっちでもよかったの、どっちでもどっちもいいみたいな、どっちなんだろうって思っちゃった時があって、なんかちょいちょいさずれ込んだりしてたじゃん、星座誕生月、はい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 、だからそう俺セイントセイヤの時ちょっと困ってた、伊手座なのか、セイントセイヤーそうそうらしいですよ。へぇ、うん、知らなかった。そんなのがまああるんだね。なるほどね。面白いね。もうちょっと簡単にペロペロって言います。鈴木一族のお豆ちゃん、ペロペロペロ、はい、先週風車のお豆ちゃんが物議を醸していたので追加説明させていただきますと。ああ、うん、なんか早いとかいいやつ、ね、マッハ抜いてたんですね、うん、風車は一般的に翼長、翼の長さが25メートルから100メートルクラスまであります。でかっ、100メートルってすごい、100メートルってでかすぎない、うん、100メートルってやばくない？26メートルのサイズの風車が、うん、2秒間に1回転すると仮定すると、うん、秒速は 2×26m×3.14×1/81.63s/m、 うん、数字が出てきた途端に、うん、まあ、結果時速293キロになりますと、うんうん、もし1秒間に1回転ならばいろんな計算式があったあと587キロになる、うん、これが 50m の風車になると時速は1100キロを超え、うん、マッハ目前です、うん、マッハ1は1225キロ分の H、 つまりゆったり回ってても実際は速いんだぞということですと、うん、そしてペイさんが可変式の羽が電力を使っては最も子もないと発言されていましたが、確かに翼は電力を使用して角度を調整していますが、火力、風力、原子力の全てで電力を使用して管理してますので風車を責めないであげてください。え、そこの羽の部分は違うところから電力を使ってるってこと、うん、てめえで作った電力は違う、使ってないのかな、だから蓄電するけど、うん、そういうことじゃない、それまで使っちゃうと、それがなくなった時に何にもできなくなるから別で用意してもらったんだよね、別で使ってるってことだね、うん、うん、へえ、そういうもんなんだってよ、そうなんですね、うん、すげえな、そんなでけえのあんのか、そんなでかいもんがあるらしいですよ、うん、
100? そうだね、100メートルっていうと、100メートルってすごいね。羽、100メートルの羽っていうのが一番驚いたな。俺もちょっと驚いた。その後はちょっともう何も。てことはだってさ、高さはさ、100以上あるってことだよね。そうだね。100以下だったらだって、うん、そうだね。うん。相当だぞ。すごいね。うん、そういう風車ちょっと見てみたいな。牛久大仏ぐらいあるってことでしょ、羽。うん。うん、空気が抜け終わったけど、うん、そうだね、うん、そうだね、でかすぎない、うん、でかいです、でかすぎない、うん、見てみたい、見てみたいね、見てみたい、うん、日本にはねえだろうな、どうせ、どうなんだろうね、やっぱ海外の方が多そうなイメージはあります、日本にあんのかな、うんうん、まあちょっと結構話したんでこんぐらいにしておきましょうか、はい、そうですね、ちょっと疲れちゃった、okay、読みすぎて、読みましたな今回は、読みました読みましたね、でもまだある、まだまあまあまだまだあるでしょうね、まあ、嬉しいことですけどね、本当ありがとうございます、ありがとうございます、というわけでそれでは本日の雑談第126回は終了でございます、あ、終了でございます、それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう、バイバーイ、さよなら、バイバーイ。